い、どうもはい、どうもボイラールーム、始まりました、また2月。はい、やけくそのテンションで今始まりましたけど。こんなことない、こんなことない。ボイラールーム、ボリューム11。11。11回目ですやん。11回目ですよ。今回はちょっと不定期で感じで2月の中旬にやってしまうというね。はい、そうですね。ちょっと前から、まだそう、この間だからまだ2週間ちょっとぐらいじゃ経ってないやん。そうそう、その間に僕もインフルエンザにもなり。あんたインフルエンザになり。はい、で、直樹さんもちょっと風邪で。昨日今日あかんかったけど、はい、これっす。はいこれワイルドやろワイルドやろ俺ははい滑りました。飲んでるっちゅうぐらいありがとうございますそうでね、おう今日もまた宇田川町 の, ガネーシャさんからはいはいはい前回と同様、はい、スープカレーの美味しいお店そうそうガネーシャから今回もね、はい、お送りしますお送りますで、はい、あとはわしは何を喋るんやったかいな あれなんですよ、はいはいはい、今日だってね前回の予告通り、はい、ちゃんと今回もゲスト来てくれてますもちろんでございます今日のゲストはですね素晴らしいですハスキング B ハスキング B イエーはい、増え出ました。ありがとうございます。はい、それとあとは、TCL。イェーイ !TCL! はい、増え吹いて。はい、ありがとうございます。はい、この二組でお送りしますんで。いや、これね、意外と、はい、ね、だからさ、はい、名前だけは多分お互い知っているのか、いない、知らないのか。俺は全然知ってるよ。はいはいはい。ね。はいはいはい、だけどね、はい、全然面識が。ないに等しいって、そうなんですよ。じゃあね、さっきもね、はい、ちょっと打ち合わせがあったら、喋りかけに行ったんよ、はいはいはい。11年前覚えてるって言ったら、覚えてないって言われたもん。俺一緒に飲んだやんけそれはまずいぞ。多分 俺みたいな男はな、髪の毛立ててなかったら、はい、ただの金髪を喋り野郎やねん。そうそう前回もそう言われた。そうですね。金髪を喋り野郎。お喋りクソ野郎なんだよ、俺は。はい。というわけで今日も健康盛りでですよね。どんな化学反応ケミストリーが生まれるのか楽しみにしてますか。おー出た英語出たはいボイラールームスタートでーす。よろしくお願いします。ことあるな今日はな、あ、メガネかけないと見えへんよまた。はい、OK、もう戻ってきましたね。定位置に着きましたね。はいはい、そして私も老眼鏡をかけました、まあ、台本が見えません、はい、今月も始まりましたけども、そう、はい、さっきも話しましたけれども、うん、そう、僕ね、この間前回1月の配信の後、はい、そうやん、だからこの次の日からね、なんかあれおかしいなと思って、体がおなんじゃこれと思って、その前の日絶好調だった。しかも僕はマスクしてたんですよ、ずっと。そうだよ、予防してたじゃんか。そう、だから表彰式の時だって。そうね、表彰式あったじゃんか、授賞式、はいはいはい、あの時だってマスクしたまま怪しい人だったしな。そう、あれは別に風邪ひいてなくて、うん、予防でしてたんです。そりゃそうだな、そう、うんうん、ね、心がけとしては大事や。だってね、うん、ライブはあるじゃないですか、直樹さんも映しもかなんし、はい、ゲストも呼ぶしね。そうそう、うん、ね、予防して毎日こうね、うがい手洗いもしてたんですよ、ちゃんしっかり真面目な40代やな。そうそう、にもかかわらずセレ違うな、うん、にもかかわらず次の日だけど、おもろいな。だってさ、その日だって俺あの日1月31日のことや。はい、そうですね。あの日俺クリーロ君とはっきり言って13時間ぐらい一緒にいたよ。ずっと一緒にいましたよね。でもそう、マークさん全然授賞式から始まってオンエアやって、うん、飲みだって、ほんで一緒にタクシーで帰ったね。そうですよ。おい、やのに、なのに次の日やもんね。そう、俺だけかかったの俺だけ。どうですか、初めて何回目。いや、2回目です。やべえ、やべえ、そのぐらいになるよね。2回ぐらいやってまうよね。そう、去年も、うん、でもね、俺なんでなんか前はなってなかったのに、なんでなってんのかなって考えたところ、2年連続、うん、答えはね、うん、僕豆腐ダイエットやってるじゃないですか。はい、本当はね、これ ね信じられないけど、この人太ってました。そう、前ね、実は、うん、デブヒロでした。そう、前だから、あの時から僕豆腐ダイエットで15キロ。そう、すごいした。だからね、本当に1年でね、40前後でそれをやるのは実は命の危険があるんだよそういうことするのはいや、ちょっとね、これやばいなと思って。そう、それなんか豆腐ダイエットとか知ってるから、うん、なんかこう免疫力とか、それはわかる。あの ね同じこと言ったら、うちのベース、はいはいはい、うちの根本健一っていうのも、はい、実は半年で10キロ退場してるんだよ。あ、マジですか。これは、はい、あのね、お米抜きダイエットやね。あー、炭水化物ね。だいたい肉めちゃめちゃ食うねん。あ、それはええねんて、はいはいはい、肉めっちゃ食うねんて、でもそんな、まあ、なんかそんな迷信じみたいな話やんか、はいはいはい、食うには食ってんねんで。そやけど3ヶ月半年見るためにどんどん細いから、はあ、ほんならやっぱり彼も先月風邪ひとりましたあ、インフルエンザになってました軽くやっぱり同じ。でもなんかあれなんでしょ、今さ、あのね、さっき聞いたけど、翔平くんもインフルエンザになったんですよ。うん、嘘。
ほんますよ。その情報今知った俺。翔平君のこの間のあのゼップの後、あとマジで大勢は大丈夫、大勢大勢大丈夫だから、あの SF2 人今やられたから。あ、ほんまかいな。やばいっすちょっと。あ、実はでもこう俺はだからちょっと小粒だな。小粒軽く喉が痛かっただけ一昨日から。あ、もう今はもう大丈夫なんですか。いやでもね、やっぱりちょっと唾飲んだら痛かったから、おととい、すぐ俺はあのヘタレやからすぐ病院行くよさっきタバコ吸ってワイルドだぜとか言ってけど、目の前が病院やからすぐ行ってきて、ほんでもあのいい子にしなさい、酒はやめなさい、タバコはやめなさい言うから、でそれでいい子にしてましたよ。で、もう今はもう全然大丈夫です。この通りですよ。ああ、なるほどなあの、そうあの、そう、今ね、なんかダイエットの話したじゃん。はいはい。直樹さんってダイエットってしたことあるんですか？ないっすよ。え、じゃああれですか、やっぱ GYM、 GYM でジム。そう、俺ね、あのね、でもやっぱり40代過ぎてから難しくなりましたよ、はい、実際のところは20代と30代2回に分けてやけど、あのね、12キロ体重を3ヶ月3回落としてんのよ。え、ちょっと待ってください。だからいちいち俺もね、落として戻るなって話やねん。でまたその辺で大体それが 3,4 年の周期でやってくるんだよ。ほんでまた落として、またっていうことを繰り返してるんだよ。でも、うん、でもね、直樹さんだから、え、あの今年48ですよね。今年48、48でもあの昔と体重そんな、じゃあ、まあ、あの変わらず来てるんですか。でもね、やっとね、この7、8年やっと安定した感じ、40代過ぎてから。あ、え、それまでは、それまであの SA 入った時がやっぱすごかった。すごかったって、それまでね、ちょっとね、あのいい感じだったの、今ぐらいやったのが、毎日あの結成した頃3ヶ月毎晩やったかな、笹塚の白毛であのミーティングで朝5時までやってたよで最終的に追い出されたからねミーティング、そこでずっとやってたら、やっぱりね、そんなことだったら俺もやっぱりむちゃくちゃ 太り始めて、酒で。そういうのあったよ。今直樹さん体重何キロ？なんか言うの恥ずかしいわ、女の子じゃないけど。なんでですか？なんでそんなこと言うんですか？なんでそんなこと言うんですか？なんかさ、でもね、あのは平均よりかは軽いから、でもあ65なんすわ。ああ、でも万年、ね、直樹さん背あるから。でも77の65だから、まだええんやけど。うん。だからね、そうそう、ダイエットで、うん、多分それでなんか免疫力なくなったんやなと思って。でもわかんない、俺も33の時に。やっぱりその時も12キロダイエットした後に、ダイエットっていうか運動で落とすんやけど、その後すぐインフルエンザになったもん。やっぱり一緒なんですよ。やっぱなるんや。やっぱりね、なんやかんやで強がってっけど、やっぱなるんか。強がってっけど、見てくれ俺の腹筋とか言ってっけど、実は細胞は、細胞は結構弱いんやで、あれ弱ってるんで。そんなん言ってた。急な変動に耐えられへんで、きっと。そう、だから今は安定してるから多分インフルエンザまで、はい、行かずに済んだんかもしれんけどね、俺は。まあね、うん、そうだからね、インフルすげえ蔓延してるんでね、皆さんも気をつけてくださいね。何やねんお前この5分か。いやいや、っていうのも一応言おうと思ってこれで直樹さん最近どうなんすか。最近ざっくりざっくりざっくりやな俺超スランプだっつの。え、何がスランプなんですか。なんかね、いろいろね、あのね、ちょっとあのなんだろう、こういう時にさ、あんまりね、はい、公の仕事が、はい、ライブが少ないから、はい、曲でも作ったのかと、はい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 、頑張ってるんですよ今日夜、はいはいはい、全然できへんで、あらら、なんか、はい、こんなことここで言うのも恥ずかしいねんけど、でも、毎回そんなことないんですか。今ちょっとでもね、そうだ、あのこれは本当に言い訳がましいけど、はい、SA11 年ぐらいずっと作曲、あ、まあ、みんな作曲、まあ、いろいろ作ってると、はい、毎回やっぱり作品っていうのはそれを超えよう、それを超えようってやってると、まあね、ま、あの聞いてる人は分かんないかもしれないけど、はい、自分の中でハードルが上がってるんですよ、曲のクオリティっていうのは。で、自分で設けたハードルが超えられなくなって最近。ああ、なるほどな。なかなか大変ですよ。へー、だからそろそろ売れてくれんと。それは俺が言いたいわタワーだっていつまでもなみたいな。そう、いつまでもないぞタワーも。タワーレコードいつまでも続くよ。タワーレコードはいつまでもないぞ。アメリカなんかとっくに潰れてねえぞあんまり俺あのカメラの方見てよう言わんけどもうタワーもいつまでもないぞそうやもんな、そうやもんじゃない今頼むね、ほんとね頼みますよ。オッケーオッケー、お互い様やからね。そうそう、頑張ろうね、ほんとね。俺もだからそんなあのプレッシャー跳ねのけて、はい、また多分 SA は多分かっこいい曲作ると思いますから。あのね、また今から僕ガラッと話変えていいですか。全然バキッと追って今の話。あのね、直樹さんね、うん、あの子供の頃ね、はい、どんな あの髪型してました。ほう、子供の時。いや、あのね、いや、あのね、ほう、すげえ唐突な話ですけど、お、僕小学校の時ね
スポーツ狩りしてたんです。姫路はスポーツ狩り、姫路はそうやったの。スポーツ狩りの子って最近見ないじゃないですか。もう今この時代見ない。だって逆に言えば、うん、今ツルツルがかっこいい時代ちゃう。いやでも子供はしてないですよ。あんま子供はなんか、あ、子供のツルツルはなかなかいないか。そう、そうやな。しかもこう、うん、あのね、あの東京とかやとあんまいないじゃない、うん、なんか普通にさらっとしてる、うん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 、あの直樹さん子供の時どんな髪型してる。俺も、うん、俺今が黒髪だぐらい、うん、あ基本的にあまり変わらないんだけど、ただ俺も一回だけやっぱ野球少年やったから、はい、あ坊主、そう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 。でもそれは中学入る時に坊主が嫌で野球をやめてギターに変わったんやけど、一回ねお父ちゃんにあのね5,000円あげっからスポーツ狩りしろって言われて、小6の時スポーツ狩り勧められるんすね。やっぱ勧められんねん。何やろあれ、あれは何やったんか未だに分からへんねん。なんで俺にそれを推進したのかはさっぱり分からへんねんけど、ほんで一応じゃあ俺5,000円欲しかったよね。あ5000円、ね、そうそうそう、小6にしたら5000円めっちゃ欲しくて、もうそうって言われて、ほんでもう泣く泣くやったんよ。あまだあの、うん、まださあの女の子意識してなかったからええか思って、お金の方が強かったから自分の中で、ほんでやったらくれませんでした。スポーツ狩りしたのに、うん、褒めただけ。ようやったで、それで終わらされて。何それ。大体ね、からないな。でもそういうもんや、をやって、俺、お年玉ずーっと返ってこないよ。それは、それはまあ、そういうノリですわ。それは返ってこないですね。だから俺はね、でもそういう話言ったらな、はい、だからやっぱりそうだよ。スポーツ狩りがいなくなったね。スポーツ狩りいないですよ。なんでそれがいなかったの。いやいや、っていうか、俺、スポーツ狩りしてたけど、スポーツ狩りの小学生おらへんなーと、この間思ったんです。最近ミーヒンはすげえ。あのね俺ねスポーツ狩りのマネージャーがいます、うちには。スポーツ狩りかあれ。うちのマネージャーほぼスポーツ狩りに近いんだけど、ね、スポ狩りね、スポ狩り。実は40歳のスポーツ狩りやねんけど、ね、あ、いやでも俺今でもこう話しながらね、うん、あやっぱり、あ尼崎はちゃうねんなって思ったのは、うん、あの当時ね、うん、もうすげえもうローカルの話しますよ。言うてこいですよ、あのね兵庫県大会、そうそう、あの昔ね兵庫県の中学生は全員坊主やったんです。でも尼崎は違うんですよ。だから坊主じゃなかったよ。ほらやっただって06やもん、市外局番。兵庫県のくせに大阪だからや、だからや。何そのレッド、ええ格好しやがってか。ええ格好してへんし別に。俺の意識で、ええ格好しやがってほんま。尼崎、東京は自分はここに住みたいって住んでるけど、うん、大阪の時は親の意思なんで。まあね、俺のあれは関係ないぞ。いやだって当時兵庫県は全員坊主でしたからね、中学生。だって国広とさ俺年違うやん、うん、全然、うん、いやいやでも同じその、うん、兵庫県中学生丸坊主時代なんです。あほんま、今はもうみんなサラサラしてるから、兵庫県も中学生も。さっきさ、もう今じゃさ分かるんやけど、うん、学校の人たちもさ、うん、もう生徒様でしょ結局のところ。あ、タイパスの話いく。いやもう本当あれ、うん、いやサイパスの話こんなん言うたらあれやな。でも、これね、いや本当でも俺らがボコボコしばかれた方やから。いやしばかれましたよ、めちゃくちゃしばかれたよ。それがタイパスだともう別に思ってなかったから。だってね、僕ね小学校2年の時にね、うんうん、あの宿題、うん、あの、うん、まあ僕が宿題、うん、あのしていかへんかったんですよ、うん、ほんならね、うん、鳥小屋にね、あの閉じ込められましたからね、うん、あの1時間鳥小屋っすよ。今はそんなことしたら偉いことになりますよ。そうそう偉いことですよ、ことですや。だから今やったらそれ絶対問題でしょ、そんな問題になるでしょ。めっちゃ問題ですよ。でもあれ先生も大変っすね。でもね、でもね、オラディクは嫌が、当時自分らの、ね、担任とか先生とかやってたけど、だって自分がさ、あの教師の自分の自己紹介みたいなのあるやん普通に、はいはい、俺は海軍兵学校卒業やっていう最初から触れ込みやからね。怖いな。だってよくよく考えたら自分らの時の先生って、あまあ そうですね、そうだよ、全然、ね、戦争経験者やから、そうですね、そんなもん死ぬ頃言わせんよ、ビンタに、ね、ビンタに、ね、マジで。だってこうあの耳両方捕まれてグイーとかね、あーあるよね、そうだね、乳首捕まれてグイーとかやられてちょっといろいろプレイがプレイちゃうけどプレイになってるからそう、そんなんされてましたからね。やっとったよね。そう、うん、まあスポーツ狩りおらんなっつう話です。バキッと自分でお前バキッと話しよってそっちにもといて、今もバキッとおのかいなこれ。でも最近で俺思うとやっぱ隕石がすごいわあれね。あ、なんだ正直そうやわ。あれ、俺最初見たとき、あれこれ映画かな。おい、ディープインパクトじゃないかい。ねえ。マジで。え、あれ結局、結構みんなこう、あれ死なれた方いらっしゃるんですか。実はあれ、だからもう、土地が広すぎて、どれだけ飛んでるか、もしかしたらロシア自体も把握しきれないぐらいの攻撃に行ってる。だってさ、あの爆発が、関東一円の全部の広さに撃つたで。え？そのぐらいの、何やったっけ、爆風？
爆風スランプ、え、いやもうそんなんやめてくださいよ。もうあるな、だからそうだ、そうだらしいよ。冷めるわ、なんか冷めるわ今のな。でもそんなんやったやんか。ねえ、あれいやだから今の時代わかんないよ、そのいろんなさ、はい、映像が何でもあるじゃん。あれだタクシーの人らあのタクシーレコーダーみたいなのが撮ったりとか、はいはい、いっぱいいろんな映像撮れるようになったね。ねえ、いやでもほんまあの映像やばいな、なんか映画見てるみたいな。いやだからほんともうあの一日一日大事に生きようかなって。ほんまですよ、あんなんだって思いませんみたいな。来たら逃げようないっすもんね。あれはあかんって、あんなの。あれでも、うん、あのロシアでしょあれね、うんうんうん、ほんであれやっぱね、あのロシア的にはね、うん、多分来てるって、まあ、知ってるはずなんです絶対に。そんなあんなもんは来てるけどって言うたらパニックるでしょ。だから あいつら言い寄らない。やばい、ね、まあいいか。はい、であのあれです、あれですか、なんやねん。今日もあのユーストリームなのでツイッターで皆さんの今好き放題ツイッターで皆さん あのツイートをお待ちしてます、はい、で今回もですね、最後にこのハッシュタグですね、シャープバーボイラー、これをつけて、はい、どんどんツイートください。今のオープニングトークの感想も聞きたいわ今の。どうやったんですかこれ。こんなんでいいんすか。お前俺今日絶対喋んねえ、めっちゃ喋んねえ言うてこの程度っすわ。まああの思いついたことを喋ってるだけやからね。いやそうやな、はい、いいところですよ。そうでね、うん、ちょっと仕事行く、仕事、ちょっと仕事、仕事触れとこうか。この間というか先週ちょっと解禁させてもらったんですけど、はい、今年もですねマーベリックキッチンやらせていただきます。第5回目、はい、5回目、はい、で一応もうあの告知はしてるんですけれども、一応こんな感じの、まあ、ラインナップ今全9組出てますけれども、はい、もちろんあの SA も、はい、豪華連続出演ということですね。なんかもう紅白、紅白みたいになってきたよ俺。ありがとうございます。はい、で今9組出てまして、はい、で一応3月末に追加のアーティストを発表するんですけども、はい。そうですね。まだまだここのこの中の発表されて、はい、まだ他にも、はい、これがすごいのが、まあねちょっと言えないですけども、はい、まあ期待していただいていいと思います。そうですね、はい、はい、なのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よー、はい、それとあとあそうそう。あとそうです、あの仕事ですね。いつもあのやってるチャート、はい、行きましょうか。で前もこれ紹介しましたけれども、おあちょっと待ってくださいね、電話かかってきた。ちょっと多分これ京野さんちゃうかな。あ本当京野さん、あ今日のゲストから電話です、はい、今ただいま、はいはい。はい、超生っぽ、はい、おお多分道の説明だよ、はい、これね、そうですね、ね、今ね、スタッフがね、前に行くんで、ちょっと待ってください、はい、ちょっと行ってもらって、あのね、あれなんですよ、京野さん、もう今ね、放送中なんですよ、放送中で僕、今、放送に乗りながら、今、こう、電話で喋ってる感じなんですよ、そうなんです、今、ちょっとスタッフを、はい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 。あ、ね、ちょっとね、今、人を一人生かすんで、あ、ちょっと、折り返します。すいません。よろしくお願いします。はい、失礼します。生っすな。はい。京野さんから電話で行く。はいはい。いや、この場所がどこっつって。わからないって人が多いっすからね。っていう電話ですね。うんうん、はい。で、はい、はい。行こうぜ、行くぞ、戻るよ。チャート、チャート、チャートね。あ、これです。こっちです。はいはいはい、今あのレッツロックキャンペーンっていうロックのキャンペーンをやってまして、あの方角の先月もねこれね、そうです、うん、これの、ね、先月もこれのチャートを発表したんですけども、うん、あの今回もこれのチャート、はい、はい、先週ですね、2月11日から17日のチャートを紹介したいと思います。先週ホットなやつですね。はい、はいよ、はい、これでございます。はいどー、はい、1位があのベースボールベア。ベースボールベア知ってますか。名前だけ。はい、これあのベストアルバム、これが1位ですね。俺は何も知らないのか。で2位もこれベースボール、これあのシングルです。ああそう、ほうで3位ミイラズ、ミイラズはこれもよくはご存じてないんですよ。はい、おまあだからね、若手っていうか、まあ4位ホワイトアッシュで、まあ5位もまあこれまあミイラズ、まあちょっと違う形式のやつなんですけど、で、まあ、6位モンゴル800。そうですね、今かなり、あのあれですもんね、 CM 打たれてますもんね、はい、これね。で、まあクロマニオンズ、サカナクション、はい、坂本慎太郎さん、あとあの 0.8 秒と衝撃って知ってますか。この間だからこれに乗ってませんでした。乗ってます、乗ってます、乗ってます、
名前だけそれそれバンド名みたいな 0.8 秒と衝撃すげえな、はい、でそう坂本慎太郎さんのやつとかは結構1月の頭ぐらいに出たんですけど、はい、ずっと売れてんすよねこれこの人がはい何でしたっけ、あのゆらゆら帝国のゆらゆら帝国のね、はい、はい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 、ゆらゆら帝国は来週あれですよまたあのシングル集みたいなのが出たりとか、はいはいはい、結構ゆら帝周りは今なんか盛り上がってる感じですね。なるほどね。あとまあクロマニオンとか。これもねもうああもうなんか別格の世界に行っちゃったから。あらまあ本当言うなら昔なんかねよく一緒にライブやったんやけどね。ブルーハーツ。ブルーハーツだよね。うん。はいみたいな感じでございます。はいよ、はい。で一応このですねあのレッツロックキャンペーンこれがですね一応今週の、うん、本日はあの24日のあの日曜で終了になりますんで。ぜひともあの対象商品買うとあの応募抽選でいろんなあのグッズがもらえるみたいなそういうキャンペーンなのでぜひぜひよろしくお願いします。はいよろしくです、はい、よ一応これで段取りきたかはい一応こんな感じでございますね。でちょっと俺は京野さんをお迎えに行ってきます。マジでじゃあ俺一人でやるってことこれこの流れはこっからマジかお前はマスクだフジロックで待ってるぜボイラールーム。はい、というわけで今日バタバタっすね。バタバタっすね。あの始まる前は結構ゆったりしてたんですよね。ゆったりしてたのに始まったらバタバタじゃないですかこれは。はい、うん、それではですね本日まずは一組目のゲストですね。そうですね、お呼びしたと思います。はいよー、ハッキング B から磯部さんと平林さんです。どうぞいらっしゃい、どうぞ。あ、これね、あのカラオケマイクだからスイッチお願いしますね。はいよー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、まずは注文を何されますか。お、飲み物コーラを。コーラ、コーラとじゃビール、ビールでビールありました。コーラとビールで。はいよー。それとあとあれですね、お土産をいただければ。あ、すいません。そうですね。画面ついて。お土産をいただければってなんかちょっといやらしい。何か持ってきはったという。そうなんです、ええ。お土産をいただければっていやらしいです、ね。すいません。おねだりするってやらしいな。ありがとうございます。あ、これは何ですか。これは三重県の、はい、伊勢海老。これをうまそう。うまそうです。ちょ、うまそうって。いや、うまそうです。お。あ、ありがとうございます。僕あのエビ満月とかめっちゃ好きなんです。あれめっちゃ好きよ、俺もエビ満月。めっちゃうまいですね。あれ大好き。だからエビは裏切らないよ。エビ裏切らない。いろんな意味でな。はい。そうなんですよね。あれ誰かでも伊勢の人っているの？全然いないです。オッケー。すいません。あ、じゃあわざわざ伊勢に行って買ってきてくれたの？これはですね、この間大阪のライブがありました。あ、本当に。その帰りに買いました。わざわざすいません、ありがとうございます。じゃあこれもあのちょっと用意してもらいましょう。中ね、お願いします。ありがとうございます。はいよー。いや、とりあえずですね。じゃあとりあえず乾杯先にしますか。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでハスキング B に、じゃあまずあのもうみんな知ってると思うけど自己紹介の方お願いします。そうですね、はい、うん、ハスキング B ボーカルギターの磯部です。はいよー。ギターボーカルの平林です。よろしくお願いします。来ていただきました。で、はい、まあ、早速なんですけれども、はい、まずまあ今回まあ来ていただいたまああの一つのまあ理由ではありますけれども、はい、2月20日ですね。あさって、そうですね、あさって、あさって、あの約9年ぶり、9年ぶりに、9年ぶりとなります。ニューアルバム、はい、ソーマ、ちょっとソーマ、これがあさって、はい、はい、リリースされます。いや、これソーマっていうタイトルって、はい。な、本当あのなんか意味あるんですかこれ、うん、ソーマは意味はないんですけど、うん、でもじゃあ意味がなかったら出えへんでしょ絶対それおかしいわ本当は何か考えてるんちゃいますない意味がないってところに意味があるんだと思うんですけど、 あでも何やったっけこれ、なんか種とかいう意味があるんやったっけ、インドの神々に差し出す、ね、こう飲むとエネルギーが湧いてくるみたいな、みたいな飲料のことを俺種違う、種違った
俺今日なんか飲み物、そうそうそう、あの辞書調べてきたよ、はい、なんて意味かなと思って、はい、調べるなーいろいろ俺ね、いろんなこと調べたよ、調べ上げたよ、君たちのこと調べますね、調べましたよ興味ウィキペディアってもんがあるんですよいろんなこと便利ですね、調べますよ、ハスキングビーのことも結構それで調べて、そう、トウモロコシの皮むき、はい、あのウィキペディアで調べて、すごい、そう載ってました、お載ってた載ってた、本でさ、俺でもあのもう古いやん、ハスキングビーって出て94年、94年スタート、ね、当時の朝ぐらいだったの、22とかですね、22ぐらい で,、はい、でハスキングビーが始まった時に、それでも名前だけはね、なんか洒落た名前だなと、はい、あのいいよね、あの言いたくなる日本語じゃないけどあの言いたくなる言葉ってあるやん、はいはいはい、ハスキングビー、はいはい、なんか言いたくない、はい、ちょっとね、なんか洒落てんだよ、はいはい、あれ、ビーは蜂のビーではないか、なんか集まりっていう意味なんですよね、また俺みたいな、あ、そうなんや、はい、でなんでトウモロコシの会なんやろ、なんかハスクがトウモロコシトウモロコシの皮っていう意味です、あ、そうなんや、はい、あれおいえでもあれですか、あのハスキング B が前にこう、はい、あの活動されてた時に、はい、こう直樹さんとこうライブとか、まあ、こう対バンとかされたことですね、させていただきました、それは、はい、あの SA で、そうだから SA だけど俺が入る前の SA やで、あーなるほど、そう俺がね、あのね、SA 入部1ヶ月前、あ、そうなんすか、入隊1ヶ月前っていうかね、本当にその時に SA が、うん、はい、オンエアイーストで本当に、ま、間違ってないと思うんですけど2011年の秋にライブがあったんですよ、はい、その時にあのハスキーも出てて2001年、うん、あ、2001年それで出てて、はい、もうぜひ見たかったから、はい、ほんでやっぱり見せてもらって、はい、で SA も同時にこれから俺このバンドで弾くんだっていうので見に行ってたんですよ、はい、あ、そうなんですね、ほんでさっきちょっとオープニングでも言ったけど、その後ライブ終わって、はい、なんかね飲んでたんですよ、はい、渋谷で、はい、ほんで俺大勢とそこ合流したのよ、はい、ほんで、はい、あのあこれよろしくねって言って見たよとか言って、はい、結構喋ったような気すんだけど記憶がないっていうのよどうすいませんマジでマジで、いやいや、だから本当にちょっとショックやったけど、はい平林さんもその時はいらっしゃったみたいです、僕入ってすぐ、あですね、おー、うん、ね、いやでも、え、そうか、でもハスキング B がだからそれで、そうです、94年からずっとやられて、うん、1回あの2005年に解散されて、はい、で、まあ、あの今回、まうん、まあの再結成またされて、はいはい、っていうことなんですけども、うん、まあ、この再結成したそのまあ理由というか、はい、そういうのってまあする気は、はい、去年とかなかったんですが、はい、本格的にはね、はい、うん、なんかその前に、ね、イベントに呼ばれてやんなきゃーみたいな、デビロックナイトで、ね、うん、に呼んでいただいて、うん、で、まあ、デビロックの遠藤くんが、うん、まあ、デビロックナイトを散々こうハスキングビーでお世話になったので、うん、また出てほしいんだけど、うん、どうかなって結構熱い話になっちゃって、うん、じゃあやってやりますよみたいな勢いもあります、ね、あ、本当でもじゃあ勢い手伝って、いや、じゃあやるけど、はい、じゃあもうなんや、それじゃなかったらもしかしたらやんなかったかもしれないぐらい、絶なかったと思いますね、もし SA が読んでも、はいそれは、それは SA がピックトップっていうイベントやってるから、アスキングビー再結成してくれよ言うてもやったかもしれません嘘はいかん嘘いや、言うてもあの年齢も調べてるから、後輩後輩後輩、はい、先輩ですいやでもそうですね、だからそのね、結構だからまあ空いてて、うん、そう、はい、でやっぱあのあれですか、じゃあその時にこうやった感触みたいなのがやっぱりそれが一番大きかったですね、あ、はい、でそれでも前にそのね入って2000年でしたっけ、なんか入ったの2000年です、うん、でそれで5年後もう一旦ハスキーが終わるもんね、はい、ほんでそう なってさ、はい、じゃあもう今度なんだろう、今回あの久しぶりにじゃあやる、はい、ってなった時にメンバーのこうつながりっていうのかな、そういうのも早かったの、彼とじゃなきゃ嫌だとか、例えば、うん、でもオリジナルはいないもんね、そうなんですよ、ねね、言うたらね、うん、はい、今回はなんですけど、うん、まあ、どんどんは、まあ、途中で入って、まあ、どんどん言いますね、はい、どんどんと言いますどんどん言いますねどんどんが入って、まあ、4人になってこう、うん、歌がもっとこうどんどん歌えるので、はい、みたいな、あのアルバム、アルバムでも歌って、はい、そうですね、あるよね、あの作曲してますもんね、はい、うんうん、ちゃんと聞いてますありがとうございます、そういうのも ありますし、まあ
リズム帯が変わりますけど、ね、まあ、ハスキーの良さ的には変わらないかなと思ったりしたので、やっぱその、はい、そのなんかやってくれって言ってでもやっぱりじゃあデビロックだから勢いやるよとお世話になったしって言ってもやっぱりその時のやっぱり感覚がやっぱりすごくてもう一回引いてたのやっぱり本当に。その後バト不動スタッフとか、うん、イベント出してもらったり、うん、その後エアジャムにもお誘いいただいてたので、うん、ちょいちょい呼ばれるようになってきたし、そうですね、で、まあ、その大きなイベントに呼んでいただくだけじゃ、うん、なんか申し訳ないような、うん、なんか新しい作品を作りたいなとか思ったり、それにはどうしたらいいかなとか思ったりした時に、こういう形になりましたね。じゃあもういや、じゃあでもその時ってでも実際のところ40になる時でしょ。そうなんですよ、ね、なんかその年齢的な問題ってあったの？若干ありましたね。もう一回40過ぎてあと何年なんだろうなとか自分の人生が、ねえねえねえ、でほんでおのおのもまた違うその間もバンド活動してるやんか、はい、ソロとか、はい、ね、それはそれででもやりきった感っていうのはやり、うん、個人的には僕はまだまだやってない気が うん、してたので、まあ、40境じゃないですけど、うん、まあ、人生考えた時に、うん、まだこうやって幸せなことにもまだ音楽やらせてもらってますから、うん、まあ、もっといろんな人に会いたいなとか思いまして、はいはい、いろんなバンドと一緒にやりたいなとか思いましたし、それにはやっぱハスキンでやった方がそれで、うん、あの言いたくなる言葉、はい、ハスキング B ねなんかハスキング B っておしゃれだよね響きが大場手番を、はい、あ、でも帰ってきたなと思ったよ俺。ありがとうございます、うん、俺は、うん、やっぱり来るよなと思ったもん、うん、来てほしいとも思ってたし本当にありがとうございます。だけど本当実際俺ライブっていうのはそのさっき言った2001年のある時以来見てないのよ。そうほんで実際その後、ね、あの結構昨日昨夜 YouTube で調べました。はいいや、じゃあブレイクさんいろいろ見たんですよ、はい、うん、はい、だよね、はい、結構でもいいんちゃいますの今度笑い、でもあの再結成で今まだツアーとかやってなかったっけ。この間新メンバーお披露目ツアー、うん、去年12月からやらせてもらって、はいはい、でこの後相馬リリースした後はまたツアーが、うん、いい感じだったんそれでも去年のっていい感じでした。あーでしょうねいやでもでしょうな、あの、うん、僕のこうあの個人的な見解いいですか、うん、あの僕もずっとねあの聞かせてもらってるんですけど僕、はい、後期が好きなんです。僕は個人的なあれですなんかありますけど、僕はあの真理の風っていう曲があるんですが、はい、あれがビビッときたんですよ当時、まあ、なんかあすげえと思って、あ、まあ、それまでもあの知ってたんですけど、はい、まあ、あの僕は、まあ、別に普通に聞いたんですけど、うん、真理の風はすごいいい曲 で、うん、でそこからなんか僕すげえ聴くようになって、ありがとうございます。で今回もあの新しいやつね、うん、相馬って言いましたけど、はい、このまあなんですかね、まあ、そのまあこうあの流れじゃないですけど、うん、本当にこうファンの方が聴いても多分、うん、あ帰ってきたなって思える内容に なってるような気はするんですよね。すごくなんかちゃんとこうあこれこれみたいな、まあ今ちょっと猫の薄く流れてますけどもそう多分ねそう多分思われるんちゃうかなっていう、あだから俺でもその辺知らへんかったから、はい、結構いろんな幅広い曲やるんやなっていう、はい、印象やったもんね。だってあれっすよね、うん、なんか、磯部さんもあのフォークソングからまず入ってるよ、ね、そうなんですよね、もともとはこの人もフォークソングから入ってますからね。その話題に行くのねこの人もあのフォークソングばかりですからねそれでいつぐらいなのフォークソング、フォークソングにちょっと燃えた一番最初、それがきっかけ、ギター持ったの。高校に入ってからフォークソング部がありまして、うん、僕が入った高校に、で奥田民生さんとかも出てる高校でらしいね、うんうん、なのでそこでフォークソング部入って、うん、まあ、軽音部と兼ねてる感じだったんですけど、うん、まあ、フォークソング部歌ってましたね、うん、長渕剛さんとかすごいでもやっぱりその時でも世代的に言うたらその時はどんなフォークソングっていうかやっぱ昔のフォークソングがやっぱ引っ張り出される感じなんか ね、だってまたなんか吉田拓郎も同じ学校だっていうからね、すごい高校です。すげえ高校なんだよここ。すごいっすね、うん、うちの高校若いボンハヤトしかいないそれわかんのかそれわかんのかな、関西人はわかるけどほんまにすげえ高校だもんな、それ考えたらそう考えたらすごいすごいよね、もうビッグスリーってストーリーやん、そのうちの。いやいや入りましたよ奥田さん言ってましたよ、だんだんちっちゃくなるって言ってました。吉田拓郎ね、ね、吉田拓郎、うん、奥田民生、うん、一層編、これベスト3やこれ、いやいやいやトップ3ですよ広島の
あ、それででもじゃあバンドにはいつ変わんの、そんなに。そこで同じ高校に同級、同じクラスにジャバコアを、そういうのもいるわけや。ジャバコアをたしなんでる。まあでも広島もね、結構あのハードコアすごいね、はい、友達がいまして、はい、で僕フォークギターしか弾いてないのに、お前ギター弾けんじゃったらジャバコアのバンド手伝ってくれやみたいなって、ジャバコアって何ですかみたいになってそりゃそうだ。その後、いろんなこうデスサイドとか、はい、いろんな鉄アレとかのビデオを見させてた英才教育こう、まずね、うん、まあ結構びっくりしました、ね、でもやってみなきゃ分かんないと思って、ライブとか やってたんですけど、そこでリップクリームっていうバンドと、俺はもう昔なじみだわ、リップクリームってもう存在を全然知らなかったんですけど、たまたま対バンできてたんですね、広島でね、はい、それでリップクリームの、リハーサルを一人で見てて、そこで天命に打たれたという あ, あ、もうそっちに行くハードコアかっけえよ、やばいと思って、そっからこうハードコアとかパンクとかをすごい聞く、ああもうそれで掘り下げるようになったんや、はい、だからその友達のおかげなんですね今。いやもうね、そうじゃなかったらでもやっぱり音楽は続けてたかな、でもね全然わかんないね、本当ね、でもね、もっと違う歌になってたって、よう似てるわ環境、本当ですか。俺はあの中学の時にフォークソング部入ってて、はい、同じフォークソング部にヨースコっていうその後コブラで一緒にやるやつが同級生やって、すごい。ほんで高校入ったらあいつはもう早くからパンクにも目覚めてたから、はい、それでいきなり俺も誘われて、なるほど、いきなりまずでも俺的にノイズやろうって言われたからノイズっていきなりノイズでもいきなり聞かされてもさっぱりわからんでもね、いやだな、それはそうでしょうねって言ってる時にこうクラッシュ聞かされたら、もうどっぷりいいですね、なんかおグッときて、自分からも主体的にこう聞きたいっていうやりたいふうになって今になったから、それで30年似てる感じで続いたからね、似てるよね、そこはね、引っ張ってもらえた何かやもんね、そうですね、ねえねえ、平林さんは最初ってなんか どんな感じなんですか、ね、まあ、あのルーツじゃないですけど、ギター始めたきっかけは、まあ、多分あのヘビメタとか中学生とか流行ってて、はい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 、で友達連中みんなやって、はい、でそっから入ってってなんかこうスラッシュメタルとか、はい、スケートコアみたいな、はいはい、そっからちょっとハードコアとかパンクとかっていうのになって、はい、って感じですかね、そっちパンク系。そうなんですね。でも平林さんも僕こうね、うん、あの曲聴いてると、うん、あれ平林さんもこうフォークとかかなっていう、なんかこうあの連想させるようなこう、うん、曲だよね、メロディーとかも、フォークはね全然僕あそうなんね通ってなかったんですけど、はい、ちょっと年取ってからですね、あそうなんかね聴くようになった。そうまあね、まあ、フォークのこと話し出したらもうね、直樹さんはもう止まらなくなるんで、いや、黙っとくよハスキング B でいろいろ話もらいたいからね、それ後のコーナーがあるんでね、そうですね、はい、で、うん、そう、そのね、あの明後日なんですけども、はい、ニューアルバム相馬が出まして、はい、今回あれなんですよ、タワーレコードで、はい、結構な数のインストアライブをやってたやつ、はい、やらせてもらいます。あの一発目がですね、2月の22日に福岡、はい、福岡店、はい、で24日梅田ヌーチャイマチ、27日が、の広島、3月1日名古屋パルコ、3日仙台パルコ、9日渋谷店、16日札幌ピボ、うん、すげえやっていただくんですよ、はい、これはお邪魔します。内容は、まあ、渋谷とかはまあ、ね、これあの B1 なんで多分こう、はい、あれですかね、こうフルでやるそうですね、はい、バンド体制で、後のところはアコースティックな、そうなんです。あ、そうなんですね、はい、これでも結構多分ね、ここまで回っていただくっていうのってあんまないんですけど、あ本当、こうやってなんかこういう話しちゃった時って、あ、じゃ あやるやるって感じだったんですか。全然、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、いや、すげえっつって、なんか俺のね、あの後輩とかは断られるんちゃいますの、そんな、いや、俺の後輩とかはハスキング B ですよ、いやいや、ほんまにその高校時代、あの天下の、そう、あのね、あの高校時代に本当にこう聞いてた、うん、まあね、あの世代なんですけど、はいはいはい、いやすげえ回るんすねっつって、これ何なんすかって言われたんですよ、いや何なんすかって多分やりたいって言わはったんやなっつって、そうすげえ回る、こんだけ回ってくれる、多分いや、嬉しいですね、ぜひ喜んでます、
ねえ、あのインストアの先輩としては、いや、インストアの先輩ってどんな先輩、インストアの先輩っておかしいやろ、それ。インストア先輩は、インストア先輩、俺らもあれ4カ所ほどやらせてもらったけどねインストア先輩は、うん、でも札幌ピポでもあのアコースティックじゃなくて、はい、あのフルでやりましたよ、札幌でダイブしてましたね、お客さんがダイブしてました、大阪でもダイブしてましたねで仙台だけアコースティックやらさせてもらったけどね、俺らもね、うん、でもね、そう、すっげー回っていただくんです、本当に。なのでこれはちょっとあのぜひともですね、近くに、はい、あの来た時にはご覧いただきたいなと思うんですけど、でその後はまあツアーが、はいはい、始まります。あの3月27日 の、の梅田クラブクワトロから、6月の21日、札幌キューブガーデンまで14カ所、はいはい、これ今回、まあ、東京は多いそうです。そうなんですね。これはでもまたこの後もなんかちょろっと追加とかもあったりあったりなかったりとか、なんないよ、はい、あ、ね、いやもう成功はしますよ、まあ、何言ってる俺いやだって結構待望されてたんちゃうの、本当なんかそう思うよね。そうですね、うん、そうだったら、でちょうどなんか時期的にも本当に今一番その復活がどうだやのね、うん、いいか悪いか分かんないけどさ、なんかちょうど今40代になって、はい、多分本人らのなんか熟した感っていうのが、うん、なんかすごい感じるような気がするんだけどね、俺は、うんうん、だってもう音楽しかできんでしょ。まあそうなってますね。だから俺も40過ぎた時にやっぱりちょっとそういう気持ちになったもん。あ、行くんやみたいな思いっていうのは、まあ、全然、はい、で今50近づいてそろそろやばいぞと思い始めてるけど俺、うん、今48です、まあ今年48そろそろやばいなと思いながら、いやいやでも俺らはそういう人がいるとっていうか、うん、俺はちっこい時からね、こうね、こう見てた人が今もバリバリやってると、あ、なんか俺もまだ全然あのいけるなって思わせてくれるんですよ。そうだね、タワーレコードでな、喧嘩やっていけるよね、上のやつらにな、うん、まあね、任せるやろ、俺まあねそうで、まあ、今回まあこれツアー回られて、はい、その後ってなんかどういうこう展開とかってなんかあったりしますか。その後はまあ、はい、夏フェス誘っていただけたら、はいはい、その夏フェスに出させてもらって、はい、まあ秋はどうしようかなって感じですね。ビッグトップがあるよな。あ、あのあれですね、ビッグトップっていうのがあるのかな。ビッグトップっていうのはですね、はい、SA があの企画してるツーマンのイベントがあるんですよ、はい、ビッグトップあるかなっていう今プレッシャーがどうなるかなプレッシャーが欲しがるよね俺はい、でも実際本当はやってみたいよ、タイミングがあったりとか、なんかそういう本当なんか、はい、いろんな事情が合えばやってみたいなと思う。そうですね、やっぱりさ、さっき言ったように、いろんなバンドとまた交流もとか、ね、刺激受け合うって大事やんか、うん、俺もそういう意味ではそういったツーマンライブっていうのを去年から復活させていろいろやるようになったから、はい、それこそ本当もうステージが勝負やもんね。そうですね、で、両者の客を交えてさ、うん、もう本当力勝負だよ、うん、そうですね、もう心となんかもう肉体のぶつかり合いみたいなのもあるから、うん、それやりたいわ。やっぱり対バンすると全然違いますよね。違うよね、だから2つ3つくらいがちょうどよくない。そうです、ちょうどいいよね、それくらいがね、うん、でいっぱい出すぎるとまあちょっと分かんない、そうそうそう、それあかんもんね、はい、あ、じゃあくっついたらね、マーベリックいっぱい出ますけどね。あ、めちゃめちゃ出ますよそれはそれであればねそれでも本当にでも曲が単純にいい、やっぱり本当にね、うんうん、あのいい曲やなっていう曲が本当に多いんで、うん、多分それがまたね、こうライブでどうこう。でも最初はボーカルじゃなかったっていうからね、ウィキペディア情報によると、それがびっくりしたわ俺、はい、磯部さんの声ね、すごい、それでやっぱり歌うことになってっていう、はい、本当それがすごいよね。さっき言ったなんかほらフォークソングからいきなりじゃあこの世界も呼ばれるように行ったっていうけど、でも最初は歌じゃなかったんだよね。そうですね、はそれ時もハスキングビーなの、はい、ハスキングビーの最初ボーカルじゃないっていうのは、あ、はいはいはい、すごい、だから、ね、じゃあ俺歌うよって言ったのか、歌えよお前って言われたのか誰歌えた、誰が言ったんやみたいな話だけどね、まあ、自分がメインで歌いたくなりましたね。あ、俺もやっちゃおうかな。メガネ落ちたからね、そろそろメガネ落ちたから、今日がきっかけですね今日がきっかけで歌っちゃおうかな俺も歌っちゃいましょういやでも本当何が起こるかわからないってそういうことやね。だから自分が思ったらなんかそういった主張していかなきゃダメだもんね。そうですね、本当そう思う、うん、でも本当にね、こうやって本当に久々にというか、うん、あの再結成して、うん、本当にあの待ってる方々が
本当に多いので多分うんまにいますいますよ、うんまにおりますおりますおります。なので、はい、あのタワーレコードで の, あのインストアもありますので、うん、はい、うん、ぜひぜひあとあと、まあ、ツアーも、はい、ぜひですねお越しいただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。でここからはですね、前回もやりましたあの直樹さん、はい、ここのお店ですよ、あのガネーシャ、ね、ガネーシャというね、これねドキドキすると思うけど、はい、実は今までのこのトークは振りやで、ね、振り返る、今から、ね、今からがメイン、今からこれのねメイン企画、メインが始まるんやええかー、そう、あのここのアーティストを丸裸にする企画や、はい、あのガネーシャのオーナーの方がね、はい、あの手相を見れる、手相診断プロなんですよ。別にこうあの趣味でやってるわけじゃなくてプロなんです。本まで出すね、はい、すごい、うん、でその方にちょっとこう来ていただいた方にね、うん、はい、手相を見ていただこうというコーナーに、うん、おあるんですわ、はい、では赤月さんです、どうぞお願いします。赤月彦、赤月、すごい、よろしくお願いします。じゃ あ,、あの磯部さん、そらそう、まあここはね、一尊、はい、じゃあどんどんは後で見てもらってすいません、こっちで喋ろうか、ごめんね、ごめんね、ごめんね、左手になりますので、ちょっとマイクフォローお願いします、クリロ君、失礼します、マイクフォローお願いします。これ、はい、これ先月から始まって、先月岡本でさ、はいはい、がやってさ、でメンバー一人だけやったんよ、はい、ほんだらやっぱり他のメンバーも俺も見てほしいっていうぐらいになって、やっぱすごい、あとでだから見てもらった方がいいよ、見てもらったことある今まで、ないです、そんなもん女子供やるまいしみたいな、怖怖くて怖見透かされるのが怖いみたいなどうでしょう先生、なるほど、なるほど、このしシジマが怖いね、すごい、初めて、はい、初めてちゃんと見てもらうんで、ほんと、はい、うん、緊張、こんな感じですね、ざっくりと、まずは一尊の手相、はい、まずですね、はい、さあ診断が出ますよ、ながら、やるんですが、ちょっとよろしいですか、はい、まずですね、はい、ここですね、まあ簡単に言うとですね、まずまあ、全体から説明させていただきます、はい、ですね、まず感情はすごく豊かなんですよ、はい、ですが、行動を起こすとき物事の考えっていうのは非常に、まあ、こうロジカルな感じで組み込むんですね、はい、なんで、はい、なんて言いますかね、自分の中で独特のこの世界観というか、それがもう確立してるんですよ、うん、でそれを、まあ、取り外してね、自分で自由にやろうとしてるんですけど、結局自分のこの、はい、もう考えてるその世界観に戻っちゃうんですよ。だから何をやろうとしても、うん、まあその世界観は絶対崩せないと、うんうん、だからやっぱり納得することを、まあ、やり続ける人っていう感じですね、はい、簡単に言うと、簡単に言うと、うん、だからいろんな活動をしても結局それが本当に納得いくんだったら続けれるんですが、はい、まあ、納得本当にいかなかったら惰性では絶対やらない、もう納得する形に絶対に落とし込むと、お、うん、すごいって感じですね、パターン的には、はい、はいはい、それでね、あと、まあ、これは手相っていうのは長所と短所っていうのは表裏一体なんですよ、だから、はい、いいことも悪いことも同じなんですね、そういう意味合いで言わせていただくと、はい、やっぱりこう謝るっていう気持ちがあまりないうぅー謝んないこれはやっぱりこう自分、まあ全体の話もさっき言ったように自分の世界観だとか価値観っていうのをやっぱり本当に信じてるんですよ、はい、だからそういうことなんですよ、だからこれは違うなと思ったら、はい、そうじゃないんだよと、はい、で世間的から一般的に見るとね、はい、まあそんなのは納得いかないでしょって話になるんですが、はい、それすらも自分の基準、もう価値の範囲内で言うと正しいことなんですよ、はい、だから申し訳ないけど、はい、謝れないよとだって俺が正しいもんっていうのがどっかにある、うん、だからどっちかっていうとですね、で、ちょっと線がねちょっと足りなかったんですが、こんな感じなんですよ、でものすごくサービス精神があるんですね、はい、だから多くの人が寄ってくるんですよ、でもその世界観になかなかねついてこれる人がいないかもしれない、うんうん、一尊ワールド
って感じですね。なので、まあ、本当に今引き寄せられるっていう人もファンの方々いっぱいいると思うんですよ。ただ一緒にやってる人にとってみると、その世界観についていけるかいけないかっていうのがやっぱり大きなメインテーマになってくるのかなって感じます。で、でこれまあね、ミュージシャンやってる人に特徴的なんですが、はい、まあ戻れない系ですね、うん、もう帰れない、うん、まあ、どういうことか、もう片には戻れないってことだよ。まあミュージシャンしかやれないよね。あなたは歌い続けろってことだよ。そういうことですね。すごい、なので多分中途半端な気持ちでやめれない、多分自分の中でもうやる気がなくなったよと思っても、はい、必然的に必ず戻ってくる。これしかやっぱやれないよね自分っつって必ず戻ってきます。うわぁ、うん、であとですね、もうこれはもう典型的なんですが、行動するよりも考えるタイプなんですね。だから若干時間が長いです。他の人よりもかなり慎重に考えてしまう、うんうん、そこで例えばこの周りだとか、例えばその一緒にやってる方々っていうのがちょっと理解できない瞬間、なんで行動を起こさないんだと、うん、それに関して何かある当たってますね。当たってますか。なんだよ答えこれよ。いろいろ謝んない。謝んないしね。まあだけど、まあそれはもう自分なりにやっぱり落としどころっていうか、はっきりとした答えが出てからじゃないとやっぱり行動できないんですよ。うん、で普通の人よりも僕が見る限りだいたい倍ぐらいの時間かける感じですね。だからいい言い方すると失敗が少ないってことなんですよ。それだけ考えてるから、うん、はい、だから他の人から見ると遅いって感じてしまうんですね、うん、ただ音楽って早いとか遅いとかそういうの関係ないじゃないですか。やっぱりいいか良くないかっていうのは人それぞれだと思うんですが、はい、納得できるものができるかできないかだと思うんですよ。だからそれだけ考えて納得いくものを、まあ、形に出してるってことはそれだけのものをクオリティのものを納得したものを出してるんだろうなという感じですね、うん、ただそれすらも時間が経つと気に入らなくなってくる瞬間もある、うん、だから納得いかないとまた違う形でどんどん落とし込んでいくって感じ、ね、もう永遠に多分繰り返すでしょ。もうやっぱりもっぱらのアーティスト気質な、うん、そうですね、と言っていいのかね。なんか自分探しとかそういうことではないんですよ、うん、もう自分の中のその価値観っていうのをやっぱり簡単には音楽って表現できないと思うんですよ、うん、だからもう毎年毎年いろいろ変わっていくものだし、それをもう絶えず求め続けていく人生ですね、はい、うん、なんか悟されて見透かされてみたい な謝んないでも一層の方からこれ聞いておきたいことはあるの。なんかこれはこれに関して恋愛運とかなんでもいいよ。どうなんかそういうの分かるんですかね。そうですね、恋愛例えばこうアプローチするってことですよね。恋愛なのか違いますか、逆ですかもうあでも結婚して性癖みたいなこととか言ってよ。また誰もどうしよう、何を聞いてるの。性癖教えてよ。あでもこれ言っちゃっていいんですか。もう言っちゃってみましょう。性癖はね、意外とアブノーマルですごめんなさいすいませんどうもすいませんすいませんどうもすいませんなんてまあどっちかっていうとね、こうやっぱりこう普通っていうよりもちょっとやっぱりこうまあそういうこだわりがねそこまで細かくわかんないですけどやっぱりあるんでしょうね。あ、そうですか。がっつり出てますんで。がっつりがっつり出てますんで。がっつり出てますんで。出ちゃってますか。多分まあね、特殊な感じがお好みなのかなと。はい、はい、よろしくお願いしますというわけで、はい、ありがとうございました。がっつり行こう。はい、次ですね、僕本出すんですが、タイトルが猫テソということで、猫の肉球のですね、統計データを取りまして、そんなあったんかいそれで、人間の手相もなんか書いてるんですね。だから飼い主と猫の、まあ、コミュニケーションブックということで、まあ、猫テソ、まあ、Facebook で猫テソと打ち込んでいただければ。そうだね、本当でもさ、猫好きな女子が多いしね。そうですね、多分ね、本当ね、気になる子多いと思う。男子も多いんですよ。お前な、ほんまわしあかんねん猫アレルギーやん、ね、で、発売がですね、うん、3月の29日に、決定いたしまして、で、もう多分 Amazon かなんかで予約販売とかも出てるはず。3月の29です。3月29日ね、はい、OK、なので、Amazon の予約とかよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、まあね、
というわけで、まあ、アブノーマルだというと、ということがバレてしまいましたけど、こういうところでまた。はい。で、吐いて、もうちょっと、なんか、磯部さんの、ね、テンションがちょっと下がった。下がった感じがするんですけど。全然大丈夫です。で、まあ、あの、何回も言いました。あの、とりあえず、まずは、あさってに出ます。そうですね。ニューアルバム、はい、ソーマ、はい。これをですね、ぜひ聴いていただいて、はい、で、3月27日からは、梅田クラブクワトロから、全国ツアー始まります、はい、で、はい、その間には、タワーレコードでもインストアイベント、インストアもありで、はい、うん、たくさんやっていただきます。はい。はい、ちょっと最後に見ていただける方に一言いただければ一言お願いします、はい、今日はお邪魔しました。アブノーマルな僕ですけどノーマルな部分もぜひ見てください。全国で会いましょう。会いましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ハッチング B から磯部さん、平林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
よ。はい、どうもというわけで、アスケングビー来ていただきました。ね、丸裸にまたされましたね、はい、で、ちょっとここでツイッターをですね、ちょっとはいはい、フォローしてください。はい、ですね、面白いやつね、お面白いやつ、あの一村変態説磯部さんの性癖はアブノーマルって、マジでそんなこと書いてるやついるの？そこら辺は結構ね、いっぱい来てますね。あの、謝らないって書いてます。謝らないも来てます。それも謝らないよね。で、あ、でも、改めて言おう、お、あの、おかえりハスキン待ってたよっていうツイートも、いや、でしょうね、うん、はい、あ、でもあのハスキンと、あの SA も見たいっていう、あ、ビッグトップでな、はい、ますね、やってみたいね。うん、はい、平林くん痩せたなっていうのも来ますね。どんどん痩せたなと、はい、うん、はい、どんどん来てます。あの、いそいそどんどんっていうのも来てます。いそいそどんどん。どっちやね、いそいそとどんどんで、はい、というわけで、あれですね、あの、引き続きツイッターの方どんどんツイートお待ちしておりますので、そうだ、ね、よろしくお願いします。うん、はい、で、あ、お、これ美味しいよ、これ。あ、そうそう、さっきね、そう、持ってきていただいたやつ、超うめえすよ、これ。やっぱりやっぱこう、エビは間違いないっていうね。間違いないわ、このね、あの、はい、分かってるよね、あの、エビ満月、満月超うまい、超うまいです。あれの上にマヨネーズ垂らす？あ、そんなしないっす。あれマヨネーズつけてみる、めっちゃうまいぞ。チーズとマヨネーズのステミ、そんなつけたことないな。おしゃれやで。おしゃれかな。お前うまいぞそれ。おしゃれかな。これもうめえっすよ、やっぱエビってうまい、ね。まあエビはね、エビは間違いないんですね。お、はい、でちょっと、まあ、これ食べながらですけれども、はい、ちょっといろいろまた話をしたいんですけども、お、そう、この間ね、そう、直樹さん、あの、お、うちの会社にね、ストリートビーツのね、あの、沖さんがいらっしゃったんです。沖、はい、同い年ですわ。あ、はい、そしてまだ、さっきの一村と一緒だけど、広島出身やね。あ、そうですよ、そうですよ、ビーツもそうですよ。でね、いらっしゃってて、まあ、あの、来月アルバムが、はい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 、で、うん、できてて、そう、で、まあ、その流れって言うたらあれなんですけど、おなんか、なんやろ、その辺のっていうか、その辺の、その辺のっていうとあれですね、ちょっとすいません、お前、その辺の一括りしたな、その辺のって言ったら、俺らの年代を、そのお前、すいません、それはちょっと僕今、ちょっと違いましたね。いや、いいんだよ、いいんだよ、いっぱいね、こう、あの、リリースがね、結構当たりまして、そうなんで、俺のね、俺らの仲間にもね、友達関係がね、ここのちょっと場を借りて、はい、あの、ちょっと、はい、俺らの、はい、その辺の、はい、すいません、それは違う、その辺のアーティストがね、そんなつもりで、ね、この春リリースをするんで、そんなつもりじゃないです。ちょっとね、じゃあ俺、はい、あの、お知らせしたいと思います。はいはい、まずは俺の手書きです、ドン、はい、こちら、はい、レディオーツサードアルバム、レベルス、はい、これが3月20日に発売になります。はい、ぜひとも、チェックしてみてください。でね、はい、彼らがこの後ツアーに、これで引き下げてのツアーがあるんやけど、SA も一緒にやるんですよね。実はね、どっかで SA も一緒にやったりしますんで、はい、その辺はレディースの方の、うん、ホームページをチェックしてみてください。はい、はい、お願いします。 And The Riders、 はい、One for all。 え？なんか絡みづらになってきたな、いきなり絡みづらいな。これがね、3月13日に、出ます。もうこちらもほんま言うたらもうその辺のっていうとか、俺らも先輩やからね。あ、エビ、ね、めっちゃうまいっすね、エビ。エビ、エビうまいやろ。めっちゃうまい。だから今度あの、エビ満月それやってみて。エビ満月は絶対に。エビ満月マヨネーズつけてみ。マヨネーズはちょっと絶対うまいから。アンドいくよ。はい。オードボース。はい。アルバム、悲しみ月、そして希望。はい。こちらも3月の6日に発売されますんで。はい。この辺のチェック皆さんよろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。で、あとあれです、あの、マックショー。ほう、マックショー。マックショー、あの、マーベリックにも今回あの出てもらうんですけど。そうですね、うん。あの、日本青年館で。うわ、それがまたなんか懐かしい感じがするね。はい、ライブをやられるんです。うん、ですね、4月の、ほう、21日ですね。4月の21日の、はい、あの、日曜日、あの、日本青年館でライブをやられるそうです。やんだね、はい、日本青年館って。はい、こちらチケットの方がですね、明日から E プラスで一応選考が始まって、はい、3月12日、3月2日。ほうから普通にあの一般で発売されますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。なるほどね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あれですね、やっぱ直樹さん、そのさっきも話してましたけど、やっぱこう手相はなんか鉄板な感じですね、これね、うん、だ俺だってさ、本当はそんなもん、うん、そう、僕もね、みたいな最初そうだったんですよ、はい、そう、うん、
で結局でもなんか言われて嬉しいし、うん、実際のところやっぱり手相って変わるというねことをやっぱり、ね、自分でも思うもん。やっぱりえ俺変わってんなと思う、ね、昔よりかはねやっぱりどんどん変わってるっていうの分かるんですよ自分でも。そんなん分かります。お前な老眼鏡あるから見えとるわ。いや違うそういう意味じゃなくてそんな見ます。あ俺やっぱりそこ気にするわ。 A 型やわ。そんな見ませんもん普通に。俺変わってきたなとか、てかその前がどんどん やったかも別に覚えてないし。グニーロってそういうのどうでもいいんだよね。いやどうやどうでもいいってことないけど、うん、あんま気にしないでね。そんな分かります。そんな本当は分かれへんよ。でもさこれはでもさみんな分かる。でもまず誰もが中高生の時に撮るのは結婚生の方ですよ、はい。結婚戦ってどれですか。なんかいますやんこのなんか小指の下からなんか出てて何本目ぐらいでどないやこないや言うてさ、はい、何歳ぐらいにありますよみたいな言うやん。 ありますね。だから俺これめちゃくちゃあるね昔から。えめちゃくちゃあるってことはどういうことなの。どうもならんのちゃうこれ。どうもならんの。線が多いね。あの多すぎるんです。多すぎるんだよ。だから選びきれずにずっと人生さまよって死んでいくという俺のパターンやないかい。悲しすぎるな。多分な栗弘は多分ほら、はい、ちゃんと嫁弘がいるから、はいまあね、ちゃんとな、はい、奥さん嫁弘ね。嫁弘ねこの人嫁弘がいますからね。多分やっぱ一本バスンあるんちゃいます。いやわかんないです。一本バスンあるんやで。横見てくれ。なんすか2本あるの。2本バスンあるわ。あじゃあもう一回するってこと。この後もう一発ありますよよ、うん、テンション上がるね。上がるねーとか。やかいでやっぱり好きなんだよね。でまあね。いやそれでね、うん、ほんまに別にこれ僕ね、うん、こうあのよいしょするわけじゃなくて、うん、結構当たってるんですよね言われることがね。だからドキッとするんですよね。ねあれみたいな。いや思うよマジで、まあ、ね、うん、そうだからね。そうガネーシャさんだからね、うん、あの赤月さんいらっしゃったらね、まあ、あの見てもらえるんで。そうそうそう、まあ、そこは有料ですけどね。そうもちろんプロなんで。あのどんどん知りたかったら、はい、どんどん1000円ずつ詰めばどんどん教えてくれるからいろんなこと。そうですよ。言うても金やからな。いやいやでもほんまになんかね、そう僕もねでも占いとかは僕全然。それを言ったら、まあ、全然のことないけど、まああのいいのは。メザニューとかさ朝の番組のさ、はい、なんか今日のラッキーカラーとかなんか今日のなんとかは飽きまへんで、あれは。あれダメなんですか。俺だからいつも見ると双子座が最下位でいるもん。いつもなんかなんかそんな気も。いつも俺が見てるときは双子座が最下位だもん。でもね僕あのヤギ座なんですけど、うん、あのヤギ座はねいつ見てもね結構上位なんですよ。だから僕いつも思うのはあこれフジテレビの偉い人がヤギ座の人がいてそれって思ってます。勝手に勝手にね。知らないですよ。知らないですけど勝手に僕は思ってます。いいよね。でもあれでもちょっとだけさ、うん、気にしてないと言いながらもやで、そうそう一応やってたらやっぱり言うわ。な1位やったらちょっと嬉しいよ。そうまあ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 そういうのあるよ。そうそうそうなんか小さなアクセントですよ。だからそうそう考えたら、ね、いちいちのね。でもほんまにねこう、うん、ほらまああの統計学っていうじゃないですか。いや本当そうみたいな、ね、そう、ね、って言われたらああって思います。何千年の歴史、5000年の歴史やで。5000年の歴史の中の偉人から何からいろんな人の統計があるんだよ。はい、だからやっぱりちょっとね、それはちょっとねドキッと、まあドキじゃないけどこう、あなんかちょっとあの説得力、あそれはあるよね。出ますよね。出ますよね。っていう話でした。ゆるい今日ゆるい、すげえゆるいぞ。という話でした、はい。で、うん、あのここからですね、タワーレコードのスタッフの、はいはい、コメントというか、そうですね、いつも動画を紹介させてもらってるんですけど、今回はですね、店舗ではなくてですね、はいはい、うちですね、タワーレコード、フリーペーパーを毎月出してまして、はい、このタワープラスっていう名前で、毎月10日にですね、あのフリーペーパー、はい、出してるんですよ、はい。で、今回はですね、そこのタワープラス編集部からですね、金岩さんと伊藤さんに、はい、動画のコメントをもらってますので、それを紹介したいです。はい、わかりました。うん。ね、こう表紙ね、SM もちょっと、そうですよ、もうね、やらせてくれって、ちょっと言っといた方がいいっすよ。リリースタイミングもあへんけど。まあ、リリースある時にね。じゃあ、ええ仕事するから。はい。ええ仕事ってね。はい。では、ちょっと呼びかけたいと思います。Okay。 タワープラス編集部の金岩さん、伊藤さん、よろしくお願いします。はいーす。直樹さん、国広さん、こんばんは。タワープラス編集部金岩です伊藤です。この親子のようなコンビで制作しているタワープラスですが、毎月10日最新の音楽と映像、最新情
最新の音楽と映像情報満載で、ちょっと待って、タワレコード全店にて、大丈夫か無料配布しています。で、伊藤ちゃん、はい、タワープラスの一番の魅力って何でしょうかね。はい、洋楽、邦楽、映画、バラエティ番組など、気になる旬の話題が満載なところでしょうか。はい、素晴らしい模範解答でーす。どんな連載があるかと言いますと、社長によるアイドル連載、そして神戸在住で工場に勤務しているという謎の34歳オレッジのコラボをはじめ、バンギャル、アニメ、K-POP などいろんなジャンルのものがありますので、ぜひチェックしてください。ちなみに今配布中の2月号はこちらです。3月6日にソロアルバムをリリースするラドウィンプスの野田洋次郎のソロプロジェクトイリオンの表紙で、あともう一つは2月6日にセカンドアルバムをリリースした、寝言が表紙を飾っています。伊藤ちゃん、映像の表紙の方の紹介をお願いします。はい、今回の映像の表紙は毎週日曜日にテレビ朝日系列で放送されてますバラエティ番組日曜芸人です。こちらの番組は、バカリズムさん、アンタッチャブルの山崎さん、オードリーの若林さんの3人で、日曜日のちょっと憂鬱な気分をポジティブにしようというコンセプトのもとやってるバラエティ番組になります。で、今回こちらタワープラスでしか読むことのできない3人のインタビューを掲載してますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、タワープラスはフリーペーパーなのでなくなり次第終了となってしまいます。ご希望の方は早めに店頭までお越しください。以上、タワープラス編集部より、年齢的にも性格的にも真逆なデコボココンビ金岩と伊藤でした。これからもタワープラスをよろしくお願いします。はい、というわけで戻ってきましたこちら、ここからですね、本日2組目のゲストを、先ほど国広君の携帯が、はい、電話かかってきました。場所がわからないと言ってたゲストですね。はい、では紹介します。はい、TCL から京野さん、徹さんです。どうぞお願いします。はい、どうも。はい、よろしくお願いします。こちらじゃあマイクの方お願いします。あのこちらの方になってます、はい、じゃあちょっとスイッチをお願いします。マイクのスイッチを、ああ、テスト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 、はい、オッケー、はいはい、じゃあとりあえず乾杯を、はい、よろしくお願いします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 、お願いします。はい、というわけで来ていただきましたけれども、おちょっとお、はい、あの先ほどもそうちょうどね、おうこう喋ってる時に俺電話かかってきた、すいませんね電話してる、すっげえ生すげえ緊張感あるよ、いやいやいや場所わかんねえよ一歩裏にいましたね、あ、ほんと、うん、このそうここの場所、ね、そうなんだ、裏に回っちゃうんですよね、一応、うん、じゃあスマホ見ながら、あのね、なんか見なかったですね、あ、見なかった、この辺だろうっていう、あ、じゃあ裏にいたんやずっとはい、というわけで来ていただきましたけども、お、まずですね、まずはこれです、はい、3月6日に出ますトレメンダスクラシックス、はい、これですね、はい、これのファーストアルバム、はい、TCL のファーストアルバムです、はい、でこれあのそう、あ、っていうかあれですね、まずそのトールさんとは面識は、直樹さんはもうでも最近のことやもんね、でもね、あ、だってもうあのスタークラブをまたこう戻ってくるっていうこともあったりして、はいはい、であの学園であったりとかしてたから、はい、うん、だって僕昔19、20歳の時に僕がスタークラブ行ってた時はもうトールさんでしたよ、うん、その時期が好きだったっていう人も結構いるしね、なんかさ、いやいやそういやもうそういうことじゃないです、あ、なんかでもなんか今日男前お、なんか男前の感じがするするって何それなんか違うかっこいい今日で、あ、すいません、で、直樹さんと京野さんは全然初めてなの、ちゃんと話すのが初めてやってないでもね、うん、あの挨拶ぐらいはしたことあります、あ、そう、はい、あ、そうかそうかそうか、いや、でも本当そうやねいや、だってさ、本当だって、はい、超売れましたやん、いや売れましたやんって嫌らしい話だけど超売れてましたやん、本当だよ、実は SA も見たことあるんですよ、あ、本当、はい、おー、はい、
あ、本当か、そっかそっか。僕、京野さんといろいろこう、うん、飲ませてもらったりとか。あ、そうだよ。周りの行ったりとか。それでうっかり今日、友達関係で電話しちゃったら生放送だった。はい、で、ね、そのままの TCR が今度出ますけれども、直樹さんもね、はあの僕、ごっちごちっすよ。どうすか、ごっちごちっすよ。やっぱ迫力がありますわ、当たり前やけど。いやいや、あのね、そう、百戦錬磨の感じするもん。うん、で、僕もね、あの聞かせてて、で、僕あれなんですよ、そのね、こういろいろこう資料を見てると、僕あれです、今日のさ、多分フリークアウトショーは、はいはい、多分僕1回目見てるんですよね、確か。あの2フォームでやった時の、そうそう、ね、そうかですよね。あの時あれですよね、あのサンゾールとか、そうですね、出た時ですよね。そう、俺見てて、サファリとか、うん、で、結構、でもあれが2007年とか、そうなんですよ、もう結構前なんですよね。6年以上経ってるですよね。そう、それでやっと次がファーストアルバムってことなんですよ。で、結構温めてたっていうか、まあ、曲をちょっとずつ増やしながら、はい、でライブを重ねて、はい、まあ、ひたすらアルバムは出さずに、はい、でもを出すみたいな形で、デモ音源は出てたとか、デモ音源は2回ぐらい、そうですね、はい、2曲、4曲入りのデモ、フリーダウンロードとか、そういう、あと、まあ、2曲入りの CD を会場でステッカーを買ってくれた人にくっつけてとか、そういうプレゼントっていうか、そういう感じでやってて、でちゃんとした形でリリースの今回初めて。それはものすごい時間かかったね。そうです、考えたらだって2007年から考えたら、まあまあそうです、小1やったら中学入ってますよ。そうですね、めっちゃ長いですよこれ。だいぶ成長しちゃった。えらい熟しましたね。ワイン並みやね。だから熟成しましたね。熟成されたね。いやでもそう、でもね、こうあのできたのこう聞いたときに、すげえ、まあ、俺あのメールしましたけどね、はいはいはい、すんげえかっこいいんですよ、うんうん、そうだから、あ、だからでもこう、まあ、時間、ね、あのかかりましたけど、すげえかっこいいアルバムができてるんで、うん、それはすごいね。ありがとうございます。これだって俺今会社でもう毎日あの聞いてますから、これこれマジです。マジで聞いてます。さすが。そうだから、そうだから、あれですよ、あの2006年に、まあ、あの TCL としてはあの初めてライブ、そうですね、やられて、でメンバーも変わり、はい、で、イベントは続けてたんですけど、はい、フリークアップショーっていう、はい、うん、で、まあ、ベースがビッチっていうベース変わって、はいはい、でトールに変わり、はい、ギターがトールに変わり、はい、それで、そうですね、木は熟したかなと思って、はい、アルバムを、はい、作ろうっていうことになって、はいはい、トールさんが入られるこうあのきっかけっていうか、どういう経緯でこう、それはあれですね、あのボーカル3人いるんですけど、そのうちの山ちゃんという、はい、ボーカルと、はい、まあ、飲んでたんですよ、はい、居酒屋で、はい、その時に、まあ、たまたまトールから山ちゃんに電話があって、はいはい、あ、トールちょっと入れようっていう。飲みの席で急に簡単に思いつきです。思いつきです。それでトールが入って1回だけツインギターでやったんですよ、はい、ライブを、はい、でその次からはトール1人に代わり、はい、で今の6人に落ち着いたっていう感じです。あのトールさんは声かかった時はどんな、いや遅かれ早かれ来るなと思ってた。でもなんか同時にあっちもやらなければいけないとか今、うん、そこでもほぼ同時期やったんちゃうの。そうだよ、結構トールも、まあ、忙しいだろうから、ね、まあ、一応とりあえず聞いてみたら、はい、まあ、やりたいって言ってくれたんですね、うん、どっちに肘を置いてんの。同じだよ。同じどっちがメインとかは。あ、そうそう、うん、いやだって僕最初にだからこのね、あの TCL にトールさん入ったって聞いた時、うん、めっちゃテンション上がりましたから、ね、完璧やなと思って。うん、あでもなんか俺も分かるそれ、うんうんうん、なんかね、そう、すげえテンション上がったんです、うん、あこれはもうバッチリやと思って。で、ちゃんと昨日 YouTube でいろいろ調べてまして、ありがとうございます。 YouTube 見てて、なんか好きだね YouTube。 じゃあで俺パソコン持ってないから友達の家で調べてて、でトールが入ってる時のマートカプセルの時の映像とか、うん、フェスのなんかでっかいのとかいろいろ見てて、それも分かんない、だから、はい、出してる音の感じ、はい、グー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 みたいなって、はいはい、ああ聞いててやっぱり、はい、今のこのまたこのバンドにも必要なのかなみたいな思ったりしてたから、うん、すごい。でもなんか僕はなんかこう客観的にね、こう、うん、見てて本当にすごいマイペースにこうね
そんなにこう別にそうですね、なんかすごい自分たちのペースでこうやられてきてて、そうですね、で今回このアルバムができたというところ、なんかすごいいい形でなんかね、あのできた、そうですね、まあ、マイペースすぎたのか6年かかっちゃっためっちゃ長いよね6年ってね長いだって最初にそのライブ見た人は絶対これでブーン行くんでしょうみたいなぐらいまでまたその、ね、お客さんで来てたやつめらい年取ってもうぜいつやんだよ本気でみたいなぐらいもなってていやでもまあこれね、まあ、できたんでていうかね、ほんでねジャケがねかっこいいんですよ、うん、めちゃめちゃそうですね、これはこれジャケかっこいいですね、めちゃめちゃずっとあの信頼してあのお願いしてる、はい、デザイナーの土井さんってあのあポジトロの土井さんに今回もお願いしました、はいはい、これは超かっこいいです、うん、で、なんかあれですか、その TCL は、まあ、これまあ出ましたで、まあ、結構まあライブもいろいろと、まあ、やられていくとは思うんですけど、まあ、一番まあ近いところっていうか、まあ、これ出ましたで、まずはあ、そうそういろいろこうツアーが、ツアーっていうかまず3月22日、あの名古屋ザイオンで3月23日が新大田フィーバー、うん、で、あの4月27日があの大阪ドロップ、うん、これはどういうような、これはあの、はい、全部イベント形式で今回やろうと思ってて、はい、で名古屋ザイオンも、はい、まあ、友達のシン君にお願いして、はい、そのイベントを形式でやってもらうっていう形で、はい、で東京はフリークアーツショーって自分たちはいつもやってる、はいイベントで、はい、大阪も、まあ、渦巻きのギマナイトっていうイベントっていう感じで、はい、そのイベント形式で今回やるんですけど、はい、特にあの東京はあの、はい、まあ、新大田フィーバーは割と何回もやらせてもらってて、はいはいそうですね、フリークアウトショーもでも今回のフリークアウトショーも結構メンツ面白いなと思って、ね、だからこうね、あのバックドロップボムも出るけども、ね、あのシンクアゲーム出たりとかそうですね、あの、まあ、それで、はいシンクアゲンとあの、はい、ファイトイットアートとバックドロップボムと、はいはいまあ、ジェシー&ザ・ボムズ、はいはい、あと TCL なんですけど、はいはい、今回全箇所ファイトイットアートは一緒に回るんですよ、はい、名古屋も大阪も、はい、で東京ももちろん、はいファイトイットアートが、はい TCL と一緒に出るっていう形 で、はい、でやらせてもらいます、はい、これでも TCL、まあ、これ、まあ、透明版じゃないですかそうですねこの後も結構、まあ、そうですね。この後もちょっとずつその、はいまあ、各地でいろいろ静岡も実は6月に行くんですけど、はい、そういう感じでなんかまあマイペースにいろんな、ね、イベント形式でまたでも俺京野さんがマイペースって言ったら、はい、ほんまにマイペースになるまたまた6年とかそういうことですよ6年ぐらいのものあの尺度でなるべく頑張りますでも徹さんどうですか今回そのまあねアルバム出て一応まあの透明版もありますけど、うん、なんかえでも地方ももう今結構行ってらっしゃるの TCL では初地方だよね、うん、このメンバーになってからはその名古屋も大阪も初ですね前にその違うメンバーの時に行ったことあるんですけど、はいはい、まあそれも久々なんですけどね今回あそうですねうん、まあ慰安旅行みたいな感じになるんですけどツアーというよりもね直樹さんはでも、うん、こういう、こう、まあ、うん、あの音っていうか、うん、っていうのってどうなんですか直樹さん的にこう。だから俺なんかほら、知識浅いやん。うん、でも直樹さん、でも大阪、うん、ね、いる時とかね、うん、大阪も結構あのハードコアとか。ああ、でもね、自分らが出た、東京に抜けた時に、後に大阪で SOB とか、あの辺が出てくるんですよ。当時自分らの客だったやつらがもうバンバンバン始めた時に。超がっけみたいな、こう、怖みたいなとか、ちょっと後輩の方が怖なったぞ、やばくてみたいな、先輩肌ツルツルやのに、いっぱいなんか入り始めたよ、後輩と思って、あの時思ったけどな、ほんまに、でもほんまにあの、うん、そう、だからねそう、僕はね、結構前から見てんす、そう考えれば。さあさあ、その、だってね、そうだって一番最初見てんだもんね。そうだって、京野さんにあるからって言われて、ね、ああ、じゃあぜひ来て行ったのが多分あの1回目の時です。ああ、そう。はい。でもその前からもうワンフーみたいなもん。まあ僕はワンフーです。ワンフーやろワンフー基本が。ワンフーです、ワンフーなあ。そう、だからね、あ、でもね、今思い返せば、え、そんなに時間経ってんのっていう感じもするんですよね。時間経ってる。いやいや、その時間ですね。そう、結構あっという間ですね、6年ですよね、うん、でしたあ、そんな経ってんのかって、そうですね、
6年自分たちもなんかその6年経ったっていう意識あんまないんですよどうかしてるよマジでマジでそれでもでもなんやかんやでいろんなことをその間にも同時進行で手掛けてることも実はみんな多いよね。そうですね。本当にでもその中の頭の住み分けというか使い分けみたいなことって、うん、もうそれも全然、ね、なんか結構スイッチはできる。スイッチ全然変えられるよね、はい、でもね、うん、それはでも俺すごい感心してしまうというか、うん、俺ほら SA だったら SA しかできないからさ、うん、どうしてもできなくて、うん、だからこの後のフォークソング部っていうのをやれって言われても、ね、本当にいつも困惑してんだよ一人で弾き語りしろっていうとかでさそんなん嫌でしょそんなん嫌でしょ今日はそうなんですよ喋りに集中しようかな歌えっていう無茶ぶりとか最初ありました連絡来たっしょ嫌でしょそれ何歌おうかなと思って考えた結果思いつかなかったんですよでも昔でも本当にその自分らがあの窓とか全然やる前とかだったら最初の初期彫像的な音楽の入り口ってどこやったの僕らやっぱあの 80s なんで、あの聴いてた音楽はもうごちゃ混ぜでいろいろもうメタルからパンクからニューウェーブからいろいろやっぱ80年代のもうその辺りがね中心やったよね聴いてましたねだからそういうのが割とごちゃ混ぜで入ってきたから、なんかこれっていうよりはまあパンクがすごい好きだったんですけどそれが基本にはあったけどまあいろんなものが好きでポップなものも結構聴いてましたねあの新宿にギター買いに行って、はい、でエレキギターを買いに行ったんですよ、はい、中学生の時に何買ったの？あのその時はもうイングエマルムスティーンが大好きフェルナンデスじゃないじゃあ、じゃあ、ね、イマリーズイマリーズだイマリーズだねそう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 、イングエだ、イングエイングエモデルを買ったんですよちょっとそれで、買って帰ろうとしたら、楽器屋のお兄さんが、アンプを買わないのって言われて、何ですかそれもうあのギターだけでジャーンと音が出ると思ったんですよ。イングエの音が。それ。そっから、ね。じゃあアンプは買わなかった。じゃあそこは。で一番安いアンプ買ったんですよ。マジやっぱり。で家持って帰って、あのシールドも買って、通して弾いたら、歪まないんですよ。はい、これおかしいな。想像してた音とは違う。したらエフェクターっていうのが必要だったとか。なんかそういう本当そういう感じです。それでも俺の時代なんかもさあって、俺リードギターとリードギターはリードギターというギターがあると思ったもん。でサイドギターっていうのは別に売ってると思ったんだよ俺。俺最初でサイドギターくださいって思う。俺らの周りめちゃくちゃ売ってんだよこれ。俺リード弾くのはまだ恥ずかしいな。初心者やからサイドギターください。サイドギターくださいっていう時代があったっていうのがすごいあれでもね考えて言われたらそんな誰も言えへんでえあのトールさんもそうやって言ったんですかサイドギターくださいとか俺は言わない世代は近いから言ったそうちゃうの俺通販で買った通販で買ったあのバッタモンバッタモンそうそう明星とか平凡とかあったよね裏でね広告がそうあ俺も買った俺フォンダ俺フォンダー言うの買ったあめんやないでそうそうマジでそれそれそれギブポンとかそうだよなそこスタートで、ね、で、ね、でも通るとかやったらどう最初なんか中学最初からエレキもうエレキエレキほんと、うん、どの辺のあれが強かった当時俺あれやっぱ80年代のさの前半でさ銀杯とかさガズランのボンタン履いてさマジでわかりやすいでしょ貴重な写真欲しいわそういう時代の中こう出したいわ今度持ってくるんだあのトールさんと京野さんは、はい、あの同い年でしたっけ同い年なんですよ同い年ですね意外に同い年なんですそう俺それも調べたんですおじゃあの昔から知ってますそれなんやろワンフーこのワンフーがよでも昔からの20代中盤ぐらいで知り合ってそれがスタークラブの時だね90年、うん、あその時なんやね20年横浜すごく横浜だもんね、はい、通るこれ青森が地元いいいやそういうリアクションしてもらったんですよ青森だなんでそんなまさか出ないフレーズだと思ったから今、ね、青森にもいたんだと思ってあほんまそれでもうこっちでじゃあそういった台湾とかやる中で知り合ってそうそうスターカラブに入って知り合ってそっからだよね、うん、でもだからそう考えると結構長いですよね徹さんと京野さん長いですねなんだかんだ20年ぐらい今経っちゃった経っちゃった
ですよね。まあ多分今も悪ガキやろうけど、あの時も超悪ガキだったじゃん。いや、あの僕は真面目でしたね。トールは分かんないですけど、もうそんな悪な悪に決まってんじゃん。悪でしょとか。いやでもほんまにそう、うん、また僕クイって話戻しますけど、 TCL のこのねアルバム、新しいとか、ファーストアルバムですけど、本当にね、なんていうのかな、誰がっていうか、あんまりなんかこういう音ですけど、あんまこうジャンル関係ない感じというか、あ、そうですね、なんか結構みんなパンクとかはもちろん好きなんですけど、それが基本にあって、まあ、スラッシュとかメタルとか、ハードコアとかも好きなんですけど、なんかこう、とらわれずにいろんなことを、まあ、それぞれの、なんていうんですかね、持ち味が出てる感じになって、なってごちゃ混ぜになってると思います。それは僕もすごい聞いてて分かるっていうか、あ、そうやなっていう気はすごいするんですよね。あれでもこれはじゃあ6年前からもう作られてる曲も中にはいっぱい、そうですね、もちろん、ね、そうです、6年前からずっとやってる、ね、やってた曲をまあちょっとずつアレンジしてでも鳥はもうそのレックに向けても一気に、そうですね、最終的にアレンジし、またし直して、で入れたって感じです。あ、でも同じギタリストでも俺こういうの弾けないもん。あ、そうなんですか。弾けない。わかんないです、そういうのは。そう、わかんねえやつ。いや、俺もなんか弾けないからね。あ、そう。いや、もうやっぱ、そんなもんです。すげえなーって思っちゃうんだよなー、やっぱ。うん。いや、そういうもんやね、でも。楽器やってるやつってね。でもね。おのおのギターのタイプがやっぱ違うと全然もう絶対弾けないわ、こんなん俺。あ、でも、直樹さんから見て、トールさんってどういう、こう、タイプのギタリストっていうか、なんかどういうあのイメージなんですか。あ、でもやっぱり、同じギタリスト同士。でもやっぱりね、やっぱりこう、老感のある重いギターを弾いてくれるなっていうのがあって、すごく、腰ね、腰系ね、腰系いや、そういう感じ、イメージは。なんか久々にそのスタジオ入った時に、やっぱその低音感がすごく気持ちよかったんですよね、歪みの中の低音の部分が。ねえ、ねえ、うん。トールさんはどうですか、直樹さんって、どんな、なんかギタリスト。なんかイメージというか、どんな感じですか。もうだって性格がさ、はい、出てるじゃん、もうなんか、はい、音からさ、もう SA だろうが、ラミーだろうが、はい、コブラだろうがさ、はい、もう、はい、どこにいても直樹君、はい、すんばらしいところですよ。ありがとうございますでも、京野さんは、うん、直樹さんってどんなあのイメージですか。もう噛み立ててるイメージですごい。ああ、そうですね。でもね、俺もあの時だけは、はい、もっと偉そうにできるね。いや、もちろんその下ろしてる姿見てますけど、やっぱり立ってるイメージが強いですね。ああ、そりゃそうだ、はい、あれはもう職人技ですからね。なんかすごく綺麗に立ってる。だって会場入りするともう立ってんの。そうすごいよ。だってあれ何分かかるんでしたっけ、全部かける。去年まで2時間かけてました。ですよね、あ、2時間マジで、あのミストがこれぐらいあるやん、はい、2回で終わり2回で使い切りで2時間かけて、でも今年からやっぱり俺もやっぱり毛量のことをね気にし始めて、1時間15分にアップでやれるように今頑張ってます。巻いてます。後ろとか大体なんでしょ。でも大体じゃん、もう分かる、指が覚えてるよ。すげえな。だ30年近くやってんだもん。そうだそうだ。そうですね、昔はやっぱダイエースプレーですか。もちろん、あ、やっぱり、うん、もちろんダイエースプレーだったもん ね、あれしかなかったやんか。なかったですよ。でも直樹さんはそれ最初からダイエースプレーなんですか。もちろん。あ、だからそれでから、あの自分らのやっぱバンドの周りで、はい、やっぱり何や言うたらみんなもうすでに楽屋にダイエースプレーがあったもん、はい、いろいろ。結構ダイエーはあれで儲けたと思います。ああ、ですよね。どうでもいい。いやでもそう言いますよね。ダイエーのヒット商品はある意味どっかではと思います今ダイエースプレー、あ、そうか、ダイエースプレーってまだあるんすか。ある、っていうかね、数年前やったけど、あのね、八神徹、はいはい、あの爆竹の、はいはい、なんかね、なんかの機会であの一緒に違う俺もセッションやった時に、はい、楽屋で、はい、髪の毛立ててる時、はい、ダイエースプレーでしたよ。すごい、いまだにすごいな。俺よりはるか長いからね。ですよね。あれね、やっぱ自分でやってなかったよ。ああ、そうなんですね。ヘアメイクさんが全部やってましたよ。手が届かないもん。でもマジですかもんな。いや、本当にやってたやってた。もうそうじゃん、無理なぐらいね。でも直樹さんは誰かの人にやられてももうね、違うじゃないですか、多分。うん、そりゃそう。自分でやらないと。絶対違う。
あ、だけど人の頭もやるの好きやから。あ、そうなんすか。お、俺今までいろんな人の頭立ったことあるから。誰ですか。まあ、中野茂。あ、茂さん。あとでも全然変わったとかって、モーサム・トンベイダーのベースの子の頭立てたりとか、うん、ここにゲストできたほらフィールアウトの高橋くんの髪の毛も立てたことあるしとか、はいはいはい、あと昔言ったらチャーミーのも立てたし。あ、そうなん、ね、うん、もうもう何でもあのやれって言われたらなんか。じゃあ見せたくなっちゃって。立てる時やったら直樹さんに。そうだな。その時は本当立て上手だよ。立て上手だね。はい、入りました、うん、はい、というわけでですね、まあ、あのもちょっとまたもう一回あの改めて言いますけども、3月6日に TCL ファーストアルバムトレメンダスクラシックス出ます。これまず、はい、まずは聴いてください。で、聴いていただいて、3月22日あの名古屋ザイオンで、はい、あの翌23日ですね、新大田フィーバー、はい、それと4月27日があの大阪ドロップで、はい、ライブがありますので、ぜひですね、チェックしてください。はい、ぜひ来ていただければと思います。はい、では最後にですね、ちょっと京野さんからですね、あのミュージックビデオのちょっと紹介というか、はい、タイトルコールを、はい、わかりました。はい、曲振りお願いします。します。はい、じゃあ TCL で、This the Power。ありがとうございました。京野さん、東野さんでした。ライティングしやがってこの野郎、なんか色っぽい照明に変わりましたね。
誰が望んでるのか知りませんが、今宵もフォークソング部やってみたいと思います。フォークソングというか、でもね、あのね、最近ねちょっと思ったのが、アリスも復活するらしいっす。あとね、あのねのね、あれっすよ、開演タイム復活とか言ってますわ。あとね、も燃えて散るのが花、あ、下手くそやったな今、チャゲアンダースカも復活とか言うてますわ。ハスキングビーもしましたね、うん。俺はやっぱりこのグループにオリジナルで戻ってほしいな。さあ知ってるかな、みんな知ってたらいいな、俺の声が届かな。ささやくより髪を撫でるように、この腕にお前を抱いて、同じ痛み互いに感じ、過ごしてきたはずさ。見知らぬ街で暮らしていても、信じていたのさ。なればなれの体でいても、一つの心と、Oh please listen to my song、 言葉に変えて、誰かわかんない、これ、これでわかるかな。ウォウォウウォウォウウォウウォウ、耐えきれず落とした涙、このまま酔わせてよ、今夜は飲んでいたいわ。明かりは消してよ、心まで月に溶けてしまいそう。大人よ、あんたは女よ、あたいは死ぬほど死ぬほど本気で惚れちまう。ワン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 、耐えきれず落とした涙、知らないって人多いんだよな。いや、僕それは知らないですね。知らないんだ。ジェネレーションギャップですよね。やっぱ俺中1の時やっぱ燃えたっすよ、この歌。中1の時でしょ、僕まだ小学校も入ってない時でしょ。いきなり歌の 出だしやで、ね、ウォ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 、耐えきれず、どうやねんこれ。すごいよ。それ誰の歌なんですか。これなら知ってるでしょ。あんたにそれは知ってる。いっぱいあんだよ、ほんとは。え、これあれ実はツイストですわ。はい、はい、それはセラ・マサノリ&ツイスト、はい、はい、うん、今完全に照れ隠しやな。
これは照れ隠しちゃう。はい。もうね、もう照れて照れてしょうがないんでね。ちょっともうゲスト。俺ね、今日のもっともっと歌いたかったけど、はい、実は宿なしもコピーしたし、燃えろいい女もコピーしたし。ああ。そんなやる時間はない。ほら、ね、チンチン言ってるから。撤収、撤収って言われてますよ。はい、今日の相棒。今日の相棒。ブのマジでいいのかな。いやいや、これ俺なんでこの歌を歌ったか。はい。世良政則は広島出身だからだよ。おお。で、おお。それだけかーい。はい。では今日の相方を。そう。はい。そう。広島が生んだ。ハッシング B の磯部さんです。どうぞ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。もうびっくりだねこのパターン。何のリハもやってないもんね。俺たち何もシールドが刺さっていないギターが用意されました。だからこっから今から行くからね。今段取りしてるで。ブラウン管の向こうじゃ今パソコンの前の人待っとけこの野郎。この野郎。あのね、やっちゃっていいのかなあれな。これ何やんのって話じゃんこの二人。何は何。でもやっぱりね、ボーカリストだからね、はい、バッチリ聞かせてもらいましょうかね。はい、ハスキーの歌やっちゃう。はい、あれやっちゃう。あれやっちゃいますか。俺一生懸命コピーしてきました。結構完璧だと思います。うん、アコースティックギター2台でお送りするハスキングビーっていうのはあんのか今まで。ないと思いますね。これがだから今後のためのインストアライブ。はい、もしアコースティックバージョンっていう。あ、でもアコースティックは結構やってたりしてんだよね、はい、個人的にはね、はい、じゃあ僕ないお茶の子サイサーだね。どうこの空気、このひんやりした空気、ね、今日場内全くこの冷たい感じビシビシ感じると思うけど、こういうところで歌ってこそ、はい、一尊です。大丈夫だと思います。ガイアガイアども、盛り上がってるか。J リアクションだなこれな。はい、これじゃあついていきます。いきましょう。あの曲を、曲名お願いします。プットンフレッシュペイントという曲を。オーライ、行こうか。テンポお願いします。じゃあワン、ツー、スリー、ゴー。All of a sudden the name changingyeah
ありがとうございます。超緊張してんだよ。俺、めっちゃ、俺が緊張してんだよ、今。だって、俺これでやるとか思ってた。あ。でれでれれ。トムトム。で、おい打ち合わせないから、もう、そっちかよ。まあそれも良いのせいやな、でもね、はい、これもアドリブだから面白いね、はい、でもやっぱりそれはすごい当たり前だよ。合わせてくれたの分かりました。いやいや、だけどやっぱりもうやっぱり歌いこなしたその喉はすごいね。いやいや、俺横で聞いてると贅沢やけどビンビンきますよ。ペッケッペッケッ、すげえ。だから褒めてることになれんか今の。いやでもすげえやっぱりね、響く、いい声してますわ。ありがとうございます。だからもう全然奥田民生の次を名乗っていいよ。でさ、本当は言いにくいな、こういうこと。これフォークソング部っていうさ、はい、名前でやってんだよ。はい、あのさ、ウィキペディアに堂々と書いてあるんだよね。あれ消せないかな、も長渕剛のモノマネが得意って。あれは消せないのかな。俺あれ引っかかったよ、ずっと。あと、麻生太郎もできるとか。私が、あの時に。今回の G20 すごかったですね、あのマフィアみたいな格好で。私があの時に聞いたのは覚えていません。安田大ガサーカスのクロちゃんじゃないですか。クロちゃんです。そんなことない。なんだよこれ、すごい知ってますね。知ってっけどさ、これ事務所的に NG だと思って。俺どうしようかと思ってたのに。やれちゃうの。はい、弾き語りではやってます。でもさっきさ、ちょっと、あ、嘘やん、嘘やん、弾き語りでやってるってそういうこと。弾き語りの時に、うん、結構笑い取る。マジでマジで。じゃあもうこれは公然と、もう、はい、やってきたことでもあったんや。そうなんです。マジで、はい、じゃあここでさ、実は長渕とかやってたって。そうなんですよ。カバーとか実はここにね、はい、ヒラリンとこういう歌詞カードもあったりするんだよこれ。覚えてるでしょうか、これは。これ覚えてる？はい。D から。うわー、一応昔の長渕さんと今の長渕さんできるんで。オッケーオッケー、行こう。固い絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々。今ですね。時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日。あれからどれくらい経ったのだろう。沈む夕日をいくつ数えたろう。ふるさとのこの愛、今でも君の心の中にいますか。これやばくないですか。乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。幸せ一層ありがとう。ありがとうございます。こんなに汗流して歌ってくれた人は初めてです。一層ありがとう。ありがとうございます。あなたさ、裏切ってくんねえな。これぞフォークソング部です。ありがとう。世界拍手。いやー、 I love fucking Mr. Naoki Boiler Room。これはありがとう、本当にありがとう、本当にありがとう。
いやもういい仕事しましたよ。あのビールいっぱい飲んでください。お願いします。いやいいっすね。もう戻りましたか、これは。もう戻ってすごかったっすね。すごかった。いや振ってみるもんでしたわ。もうねこわごわ振ってんだよ俺だって。すごい。いくら年が後輩だからといって失礼じゃないかと思ってさ俺も、ね、でもやっていただきましたね。感動しました。ねえすごいよかったっ、ね、しかもちゃんと3つやってくれた。モノマネ3ついただいた。多分あのモノマネのこれを見た人が多分モノマネディレクターが、はい、いや俺はやっぱり4ちゃんをおすすめするね。何の話のモノマネ。何の話なんですか。多分そろそろですね番組の方も終了にも近づいております。で、あの、はい、今回のプレゼントはいはい、あちょっと俺持ってくるの忘れた。ちょっと待ってください。ちょっと直樹さんつないでおいてください。 OK。 今回もどんどんプレゼントがありますよ。前回なんかもいっぱい応募来たりしてたみたいですしね。そうですよ、岡本津の時だってね。そうそう、ね、めっちゃ来たんです。で、ね、まずですね、あのハスキングビーカー、はいはい持ちます。タオルです。このタオル3名様OK。 いただきました。はい。サインとか入ったりするのかな。後から入れていただいたりとかもできますよね。はい。サインいただきましょう。サイン入りタオル、はい、3名様。はい。いきます。はい。で、あの、TCL からは、はい、ポスター、まだね、ちょっとね、あの、できてないんですけども。本当かいな。はい。あの、ポスターが、あの、でき次第ですね。OK。サインを入れていただいて、それも3名様に、プレゼントします。で、あとは、あ、そうそう、あの、ハスキング B からもう1個あります。キョンナの手相の、これですね。これが結構レアすぎるんだよ、はい、こだろ。あの、磯部さんのサイン入りの。はい。一層の、この手相がわかるっていうさ。はい。レアすぎるこれもプレゼントします。で、ね、うん、そのプレゼントのですね、応募方法とかはですね、まあ、毎度おなじみというか、はい、毎回同じですけども、あれね、ですね、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。段取り。はいはい。ですね、このタワーセールという、このツイッターでですね、明日、あの、応募方法等を、あの、告知しますので、あの、チェックしてください。はいよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まずですね、ちょっとあの、SA の諸々ちょっと情報を。そうですね。まずは3月1日、高円寺、サッカーボール。高円寺、高円寺、はいであります。はい、3月1日。はい、で、そして3月10日が、はい、先ほども言った自分らの自主イベント、はい、ビッグトップで、3月10日は仙台のジャンクボックスで、はい、勝手に仕上がると、はい、SA の2番があります。これ、フライヤーですね。はい、はい、こちらよろしくお願いします。多分年末にはハスキンともあるのかなみたいなね。はい。で、あと3月17日、はい、あの愛知県の江南市というところで。そうですね、またこれがね自分も行ったことないところだから、はい、ちょっとどんなイベントになるか楽しみですが、はい、愛知県の江南に3月に行きますね。はい、OK ね。はい、でね、いつもならね、ここで、はい、じゃあ、さよならなんですけど、ちょっと急遽でですね、飛び込み。もう一方、そうは、飛び込みゲストがいるんです。オーケー。はい、では、ちょっと、あの、呼び込みますか。オーケー、よろしく。アンダーグラフから、あの、的原さんです。どうぞ、お願いしまーす。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい。こっちにですか。あ、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫です。あの、急遽本当に、ちょっと来ていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。まずですね、はい、こうなんで来ていただいたかと言いますとですね、はい、今度、アンダーグラフとタワーレコードが、あの、ユーストリームで、4ヶ月、そうなんです。連続で番組をやるんですよ。はい、タワーの、この、浮気者いや、あの、そう、ほんと、いやいや、と思われるけど、あの、この番組ね、ボイラールームやってるあの、うん、いますね。はい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 。あの、マスクマン、タワーマスクね。まあ、今日はあの、マスクしてないけど。性癖が乱れてる人。宮崎君、マスク。そうでね。タワーマスクが、やってる、が、あの、やるんですよ。ああ、ほんまかいな。と、はい、いうことで、ちょっと、あの、急遽、うん、来ていただいたんですけど、これはどういうような形で、まあ、あの4ヶ月連続で僕らあの配信やるんですけど、はい、でその時にあの一人一人がこうプロデューサーさんと全部やっていたんですけど、はい、その人まあお酒飲みながら、はい、まあ、ちょっと楽しいことやれたらいいなっていうので協力してくださるってことで、まさにボイラールームの話ですね、はい、やばいんじゃないですか俺ら。なんか今日はちょっとでも今日はそこで観覧してたん。してましたね。ちょっと勉強になった。実はあのフォークソングがちょっと斬新すぎた。いやいや、かなり面白そうだったんですよ。はい、でもあの関西なんてね。そうなんです、関西なんですよ。あの関西あのどこなんですか。あそこの平方っていう。平方、はい、平方人形。平パーですよ。平パー兄さん。平パー兄さん。そうですそうです。そこで、はい、生まれ育ちました。で、まずあの1回目の配信はあのいつからなんですか。まあ3月の、まあ、頭ですよね。
日にちっていいですか、ね、いいですか、まあ、もう一、うんうん、配信が6日なんで、はい、一応6日を予定してる感じなんですよ。3月6日、はい、でそこから毎月4ヶ月連続でやられる。そうですね、はい、配信の日に、はい、やりたいなと。でもまあ酒ね、まあでもね、こうやって来ていただいてね、うん、まあ一応まあユーストの番組としては先輩や、先輩ですよ、パイセンや、パイセン、普通に先輩ですよ、ね、あのなんか普通に先輩ですね、あのなんか参考になったことって何でしょう、今日見ていただいてこんな感じなんです。いやもう本当全てが参考に。でも怖いよこの番組あのユーストって怖い。ああそうでしょうね、正直自分が、はい、自分のテンションめっちゃ出ちゃうからこれ練習聞かへんし、まあね、滑ったことも全部そのままやし、そうですね、だってさ大阪枚方やし、これハードル上げられるよ、絶対おもろいと思って、まあね、絶対おもろい兄ちゃんに決まってるやん、ひらぱ兄さんやんかいな言うてどんだけ上げるんですか、絶対思われるやん。いやいやいや、ちゃんともモクモクとねやばいですね、まあ、お酒はちょっと結構あんま飲まずにやってきたんで、もう活動もなんで、まあそれこれをきっかけに、まあ普段を見てもらおうかなと思って、あのね、これね、素じゃでけん、そうでしょうね、はっきり言って俺素じゃでけんぞこれ。そうなんですよ、マジだね、2時間を知らんぐらいできまへんで、そうね、できまへんで、できまへんで。いやでも本当にね、はい、まずじゃあ初回は3月6日そうですね、はい、はい、これぜひチェックしていただきたいと、はい、ね、思います。で、ね、あのまたボイラールームにもアンダグラフとして、ね、アンダグラフさん、ちょっと、はい、あの来ていただければ、フォークソング部に僕らも、あ、はい、ありがとうございます。そうなんだよ、あれね、あの部員募集してんだよ、ずっと。何ですか、俺もやりてえよってあのゲストに関係なく俺に歌わせろっていうのもあれなんよな。いや、あの僕ほらここ入ってくるまで、あのいろいろユーストリームとかいろいろ見してもらったんですけど、絶対すぐしばかれるやなと途中からフォークソング部に変わったんで、本当にホッとしました。ゆるいやろあれ見て、まあ、はい、さっきのイッソンがあんだけのことやってくれるんで、はい、ハードル上げるよこのコーナーも本当だよ、はい、でね、今度逆にね、そのアンダーグラフのね番組にね、これ我々がね行くっていうのも、これはこれでねそうそうすごい悪い顔してるまたいやいや来てもらって全然大丈夫、めちゃくちゃ、そうですよね、来てもらえるんですか。いや全然ね、本当ですか、ただスケジュールがね、まあどっちのガラガラですけどねちょっとガラガラ、はい、まあ、忙しい中ぜひ、じゃあ面白い、はい、というわけで3月6日の初回、はい、あの配信しますので、ぜひぜひとも、はい、よろしくお願いします。はい、アンダーグラフから的原さんでした、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね。もう一丁、もう一丁、もう一丁行こうぜ。ガネーシャ、そして今日もね、はい、で、はい、今日もガネーシャさんからですね、ちょっとお知らせがあるので、はい、じゃあマイクフォロー頼むぜ。はい、マイクフォロー、お願いします。スープカレー専門店ガネーシャです。毎日11時半から4時半までやってます。で、ボイラールームを見たと言ってくださったお客様にドリンクを1杯サービスしますんで、お願いします。アンド手相もね、見れちゃうかもしれないね。そう、手相も見てるんで、ね、そうそうそう、はい、で、このマリナちゃんかわいいよ、マリちゃん、マリナちゃんかわいいよ。いや、いらないの、自分売らなくていいの、自分売らなくていいの。あ、私も売ってます、はい、お願いします。何やそれよくわかんないけど、お願いします。ガレージよろしくね、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、というわけでですね、いよいよ、はい、あ、そうそうそう、そうです、あれっすよ、俺から言った方がいいか、俺から言うかも。あ、じゃあちょっと赤月さんに来てもらいたい。おう、赤月くん、あ、再び赤月くん、あ、はい、再び赤月くん、そう、で、そうなんです。だから赤月さんはね、いろいろかの手相も見ていただいたりとかして、はい、でね、いろんな、まあね、面白い縁があるもんでね、はい、ちょっとね、ボイラールーム関連で赤月さんがまた別のところで、ちょっといろいろやることになりまして。何、ね、まあ、多くは言えないんですけど、出世ね、え、あれね、なんかこれは面白いね、流れで、いや、まあいいかな、前回ね、あの岡本図、はいはいはい、来ていただきましたね。でその時こう、はい、あの見てもらったじゃないですか、はい、浜くんのね、浜くんが、ほんならね、もうあの他のメンバーが、あ、そうそう、ほんで、あれね、サイン入りの手相ね、手相ね、浜くんのやつね、あれね、あの600人応募来たんですツイッターでね、600人の応募ってね、かなりすごいんですよ。かなりすごいね。そう、めっちゃ来て、
俺もなんか出そうかな、俺の手相も出してくれよ。ほんなら何百人来るから俺待っとくわ。これショック受けるからやらんほうがいいと思うよ。ショック受ける俺。そうでね、そうそう、でもすごい好評で、それをメンバーとか、まあね、あのレコード会社もすごい、わ面白いってなって、今の岡本ズとタワーのおかずっていうフリーペーパー出してるんですよ。フリーペーパーね、はい、それあの次号、今月末に出すんですけど、それ赤月さん特集、赤月特集や。他のメンバーのやつを見たやつをマジで募集してるんで、この間行ってきました。そうね、SM おまかやな。ああ、なんかそれは、それは手相に出とったか。まあ赤月伸び伸び、なんか僕は今年はなんとかなるかな。あーあまあでもね、ジャム赤月の時代すげえおもろい感じになってるみたいなんで、 そうなんね、そちらの方もね、そうですね、岡本ズのファンの方々、はい、まあぜひ必見ということで、はい、がっつり見てきたので、はいはい、結構面白い結果が、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、赤月ちゃんでした。はい、すごいな、やっぱりね、こうやって露出すればいろんな動きが生まれるのがね、そうですね、面白いですよね、うん、そういうなんかつながりができて、ね、はい、で、本当にこれでいよいよ今月も終わりが、はい、そうですね、今何時でございますか。ちょっと押しちゃった。ああ、ちょっと押した。ああ、はい、で、次回なんですけども、そうですね、あの次回はですね、3月25日月曜日、また月曜日ね、はい、はい、9時からね配信します。で、ゲストはね、今ほぼ決まりかけてるんですけど、これはまた改めて追って、発表します。一応、来月は3月25日月曜日、9時から、はい、これはもう決定ですので、よろしくお願いします。はい、はい、それとあとマーベリックキッチン、さっきも言いましたけど、マーベリックキッチン5月4日はい、もろもろ発表されまして、はい、今日のですね、今日から、あの E プラスで選考も始まってます。おい、なのでちょっとそれは E プラスの方でチェックしてもらえれば、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、で、あとあの先ほど のアンダーグラフ あのユーストリーム3月6日、はい、初回放送ですので、ですね、はい、告知を言わなあかんことは全部言いました。もういや、はい、終わりです。疲れましたね。後半、後半やっぱバーきます、ね、でも今日ちょっと反省会かな。あら、どうした、どうしたの。だってそうでしょ、もうディレクター怒ってるもん。マジでずっと怒ってますやん、もう押したからですか。押したわけじゃない、なんかやっぱオープニングトークが赤かったんちゃう。そんなことない。俺今日なんかやったん。喋るぞ喋るぞ喋るぞみたいな感じだったけど、はい、というわけでまた来月よろしくお願いします。会いましょう。3月25日です。さよなら。紫の空スカイライン、淡い夜明けのスカイライン、そして静かにそれは一歩踏み出した。今日も腹間にも行く俺たちさ。